いつになったら達治と離婚するわけ？は？どなたですか？達治の愛人だけど。何かのいたずら？知らないふりはやめなさいよ。彼から聞いてるでしょ。何も聞いてないけど。はあ？話すって言ってたのに。ちょっと待って、あなた本当にうちの夫の愛人なの？だからそうだって。隣にいるんだから聞いてみたら。隣？あんたがいるせいで休日も私との時間が取れないなんて本当腹立つわ。今日は会社の同僚とゴルフだって出かけてるから家にはいないわ。あれ？今日はあんたの相手で忙しいって言ってたはずだけど。どっちにしろ達治は浮気してるわけね。こっちが本命だけどね。何を言ってるんだか。私たちはもう10年以上夫婦生活をしているし、中学生の息子もいるのよ。うちにだって可愛い娘がいるわよ。え？もうすぐ1歳になるわ。隠し子？むしろよく今まで気づかなかったね。40代にしてもうボケてるの？そういうあなたはいくつなのよ。35歳。あんたより全然若いわけ。なんだ、思ったより言ってるのね。はあ？こんな幼稚なことをする人だから3歳くらいなのかと。わけわかんないこと言ってんじゃないわよ。あらあら、こんなことで怒って。私よりも早く更年期来てるね。ほんとムカつく。あんたどういう状況だかわかってる？ええ、夫の愛人から随分と精神年齢が低いラインが届いてる。もういいわ、どうせ負け惜しみでしょ。人の家庭ぶち壊しておいてよく好き勝手言えるわね。人生ってのは自分が幸せになるためにあるの。罪悪感なんて感じる必要ないのよ。そんなつまらない持論を主張するために連絡してきたの？違う、早く離婚しろって言ってるの。どうして？私と可愛い娘がいるから。それとも何？裏切られても旦那にすがりつく気？いや、もちろんあなたが言ってることが本当なら即刻別れるけど。よかった。やっぱり子供を育てる上で籍を入れてないといろいろ不便だし、私たちとの生活を重視してほしいから。悪気のないの怖。こんなのが母親って。ああ、慰謝料とか請求しないでよ。そういうわけにはいかない。浮気の代償は払ってもらうわ。じゃあせめて財産分与なしにしてよ。はあ？だってこんな制度を作った国がおかしいじゃん。あんたが家でゴロゴロしている間に達治が一生懸命働いて稼いだお金を半分に分けろだなんて。私もパートしてたけどね。パートと正社員じゃ全く給料が違う。まあ確かに。左官とかよろしく。いいわ、それは了承してあげる。マジ？意外と素直。ただ達治とも話さなくちゃいけないから少し待って。なるべく早くしてよね。早く家族生活を満喫したいから。5分後。あなたの愛人だと名乗る人が私に LINE してきたけど。え？ナミコって人。いたずらじゃないか。隠し子までいるって。そんなアホな、二重生活なんてできるわけない。正直に言ってくれていいよ。あなたが嘘をついても相手から証拠をもらえるから意味ない。ああ確かに。じゃあいいわ。白状するのね。そうだな。あいつは俺の愛人。でもなんで LINE 持ってんだ？さあ。さては俺が寝てる間に連絡先取ったな。まったく。そういう話はどうでもいいの。普通はまず謝罪じゃない？やだ。は？どうせ離婚なんだろ？そうよ。だったら謝る必要ないじゃん。こんなクズだったとは。私や息子に悪いと思わないの？俺を満足させられないお前が悪いんだろ。結婚して16年、どんどん老けていくし全く魅力的じゃないんだよ。いつまでその感覚でいるの？子持ちの夫婦生活ってそういうのじゃないでしょ。そうやって雑になっていく女が一番嫌いだわ。愛人だってずっと若々しくいるわけじゃないと思うけど。
今が楽しければいいんだよ。ナミコが老けたらまた入れ替えたらいい。やっぱこんな人と今まで夫婦生活をしていたんだと思うと寒気がする。なんとでも言え。どうしてもっと早く別れを切り出してくれなかったの？おかげで私と息子の時間が無駄になったわ。お前はパートしてるから生活費も俺だけが払ってるわけじゃなかったし、婚姻関係を続けるデメリットがあんまなかったんだよ。どういう意味？要するに手続きがめんどくさかったから放置してたってこと。クズか？浮気がバレたら慰謝料請求されたり財産分与したり、逆にお金が減るだろ。結局バレてるけどね。うわめんどくせえ。ちなみに養育費も払ってもらうから。息子連れていく前提かよ。まあいいけど。でもね、愛人のナミコからは財産分与はなしにしてって言われたのよ。え、もしかしてなしにしてくれる感じ？夫婦貯金はどう見てもあなたが稼いできた額の方が多いし、さすがにかわいそうかなって。お前意外と理解あるじゃん。ナミコからぐちぐち言われてもめんどくさいしね。よし、じゃあそれで行こう。はあ、オッケー。後から文句を言えないように財産分与はしないって同意書を作ってそこにサインしてくれ。そこまでするんだ。気持ちが変わったとか言われても迷惑だからな。はあ、わかった。いいよ。話はトントン拍子で進んでいき、離婚届を即提出して離婚協議書にも財産分与はしないとお互いサインをしました。さすがに急に父親がいなくなるのは寂しがるかと息子のことを心配しましたが、何食わぬ顔でそんな父親いらないからと言ってくれました。そして財産分与のことも二人で腹を抱えて笑い合ったんです。これを見ている皆さんからしたらなぜこんな悪い条件を飲んだのか不思議に思いますよね。それはこの続きで明らかになります。数日後。やっほー、元妻、元気にしてる？はあ、何の用？私たち籍を入れたからそのご報告をと思って。はあ、世界一いらない報告だわ。お前は一人で寂しくやってんのか？息子がいるんだから一人じゃないでしょうが。そうじゃなくて、恋のお相手はいないわけ？あんたたちと違って倫理観がしっかりと備わっているので。いやみったらしい女。あんまり責めてやるなよ。こいつは今自暴自棄になってるんだからさ。はい？違うなら財産分与しない同意書にサインするなんてただのアホだろ。確かに。息子さんと心中とかやめてね。私たち巻き込まれたくないから。バカなこと言わないで。私は息子と幸せに生きていくわ。そのためにさっさと養育費払ってちょうだいね。それは払わないって決まりを作ったでしょ。私たちが交わしたのは財産分与のことだけ。もちろん浮気の慰謝料も請求させてもらうから。おいおい、それはないわ。離婚してもあの子が息子だってことに変わりはないでしょ。養育費を払わない気なら二度と会わせないけど。いいよそれで。息子はいらねえ。俺には新しい家族がいるからな。最悪。慰謝料とか請求されても逃げちゃえばいいしね。そしたらどんな手を使ってでもあなたたちを探し出して償わせる。そんな金ないくせに。違うよ、こいつは金がないから必死なんだ。残念、お金ならあるけど。はあ？ちゃんと人の話を聞かないからこうなるんだよね。何がだよ、財産分与はしてないし、お前に貯金はほぼなかったはず。何をそんな自信満々に言ってんだ。年末に買った宝くじ覚えてない？ああ、二人で飲んだ帰り道、お前が酔っ払って買ってたあれか。それが当選したの。え？すごくない？そうは言っても3万とかだろ。一等。は？待って、一等検索したけど7億じゃない？おかげで息子と二人で来月からタワーマンションで暮らすことになりました。私を差し置いてタワマン？おい、どういうことだ？聞いてないぞ。こんなのは隠し財産だ。訴えればまだ分けられるよな。
隠してません。私一度あなたに LINE で宝くじが当たったって話しているもの。そうだっけ？よかったじゃんの一言だけ。だってまさか一等だとは誰も思わないじゃんか。うわマジか、7億の半分もらえてたら私たちめちゃくちゃハッピーだったじゃん。仕方ないだろ、知らなかったんだから。そういうことだから財産分与したくないって言われた時は内心ウキウキだった。このクソ女。え、自分のこと？なあ、あゆみ、それならなおさら養育費と慰謝料は必要ないだろう。お金の問題じゃなくて、あなたたちに償わせたいの。そんな、あんたには慈悲ってもんがないわけ？こっちだってまだ1歳の子供がいるのよ。私には関係ないし、子供には何の罪もないんだから。貧乏暮らしさせたらかわいそうでしょ。あんたがそれを言うか。私たちがこれから3人で幸せに暮らすからって妬まないでよ。あれ、気づいてないの？何が？まあ知らない方が幸せなことってあるよね。ね、達治。え、どういうこと？私に何か隠してる？いや、そんなことは。あなたも意外と鈍感なのね。初めて私に LINE してきた日を思い出してみて。何かあった？あの日、達治は家で私の相手をしなくちゃいけないからってあなたとのデートを断ったのよね。確かそうだったけど、それが。でもその日はゴルフに行くって家にはいなかったの。別にそんなことはいいだろ。どうしてナミコにも嘘をつく必要があるの？普通にゴルフだって言えばいいよね。それは確かに。特に深い意味はない。それで私、探偵を雇って調べてみたの。金を払ったのか？なんせ宝くじに当たった無敵の女ですから。それで結果はどうだったのよ？あと2人ほど浮気相手がいるみたいよ。嘘？嘘だそんなの。調査結果のファイル送ろうか？写真とか喋ってる音声もあるけど。ああいい、いらない。ちょっと達治、今個人 LINE で送られてきたけど、ド派手な女と清楚っぽい女抱いてんじゃん。あ、いやそれは違う。何が違うのよ。またいつどこで隠し子を作ってくるかわからないね。私だけじゃなかったの？あんたそう言ってたよね。お前だって既婚者の俺に手出してるんだから、浮気してることに文句は言えないだろ。開き直るつもり？うーわー、世界一どうでもいい喧嘩が始まった。娘がいるのに浮気なんてありえない。お前が言えることじゃないだろ。世界一面白いの間違いかも。お前との結婚はやめた。今日籍を入れたばかりよ。また離婚届を出せばいい。ふざけないでよ。はあ、もうあとは二人でやって。私は抜けるから。待ってくれ歩み、俺たちやり直そう。はあ？それだったら私が歩みさんと結婚するわ。意味わかんないこと言ってんじゃねえよ。金目当てでより戻そうとしてるくせに何言ってんのよ。とりあえずおのおの弁護士通して請求するので、あとはよろしく。ああちょっと待って、俺にチャンスをくれ。後日談。なんか一周回って面白かったです。女性に求婚されたのは驚きました。それでも容赦なく慰謝料200万と養育費を請求しましたけどね。結局2人はうまくいかず離婚。親権はナミコが持ち、達治は二重で養育費を払わないといけなくなったみたいですね。ナミコは自分で働いて育児もしなくてはいけないのでクタクタ。達治は借金まみれになり、そのことが会社に知れ渡って気まずくなり辞めたそうです。私は息子とタワマン暮らし。最近毎日学校の友達が遊びに来ています。息子が喜んでくれるなら私はもう何でもいいな。あなたの実家にいたユイが血まみれで帰ってきたんだけど。え？まだ9歳の娘をなんで一人で帰らせたわけ？しかもこんな豪雨の中。血まみれってどういうこと？公園近くの階段で足を滑らせたらしいの。それで頭を打って。
マジか。今は病院で安静にしてるけど、あなたは父親のくせに何してんのよ。落ち着いてくれ。まず俺は実家なんて行ってない。は？急な出張が入ったって LINE したよな。そんなものどこをどう探しても見当たらないけど。あ、別の人に送ってた。何してんのよ。それより出張が入ったって本当？ああ、休日だってのに参ったよ。だからって娘を一人で帰らせるなんてどうかしてる。確かに実家までは歩いて行ける距離だけど。いや、ちゃんとタクシー予約したぞ。彼だって渡した。はい。電話でスカット公園まで来るように頼んだ。それでユイには公園のベンチで待つように言った。タクシーが到着するまでユイと一緒にいなかったの？こっちも急いでたんだ。走って駅に行かなきゃ間に合わなかったし。とはいえこんな豪雨の中娘を置き去りにするなんて。でもどういうことだ。ユイはタクシーに乗らなかったってことか。そうなるわね。ユイが足を滑らせた階段はスカット公園の近くだから。謎だな。ユイはなんて言ってる？すぐ病院へ連れてったから階段で足を滑らせたってことしかまだ聞けてない。そうか。まあ無事ならよかったじゃん。何よその言い方。あなたがちゃんとユイを見てればこんなことにはならなかったのよ。え、そんなに責められなきゃいけない？は？階段で足を滑らせたのは不慮の事故だろ。外は大雨だったしな。だからその原因があなたにあるって言ってるんじゃない。仕事だぞ。お前たちが何不自由なく暮らせるように稼いでやってんだ。生活費はパートの私と折半でしょ。だいたいそんなこと言うなら一緒に来ればよかったんだ。今日はお前だって休みだろ。はあ？ユイと二人で行くって言ったのはそっちよね。365日お前の顔見てるからたまには離れたいとか言って。そうだっけ？絶対に覚えてるくせに。まあお前も随分老けたもんな。結婚した時はもうちょい可愛い顔してたけど。失礼ね。年を取るのはお互い様。俺はまだギリ30代だ。お前は45だっけ？41。ふざけてんの？冗談だって。面白い？あのさ、ユイがこんな状態なのに何をそんなヘラヘラしてるわけ？これから出張だからテンション上げないとやってらんねんだよ。そういえばまだ聞いてなかったけど、出張っていつまで？行き先はどこ？2、3日ってとこかな。場所は福島。そっか、福島だと電車で2時間ってところね。ああ。って、え？ちょっと待って。なんだよ。今思ったんだけど、あなたって私服よね？まあ、そうだな。荷物だって実家に行くためのものしか持ってないでしょ。出張に行くのも実家に行くのも似たようなもんだろ。全然違うわよ。必要なものは現地で買い揃える。スーツも靴もカバンも全部ものすごいお金かかるじゃない。仕方ねえだろ。つかごちゃごちゃうるせえ。こっちは急な仕事でイライラしてるってのに。何いきなりキレてんの。もう LINE してくんな。電話もだ。はあ？以上解散。数時間後。かなこ。何？もう LINE してくんなとか言ってなかった？福島に着いたんだが、共同貯金の口座から50万円ほど下ろしたわ。はあ？スーツやらカバンやら買うのに必要なんだよ。まあ必要経費だから許せ。だからって50万円もかかるわけないでしょ。それにどうして自分の口座から下ろさないの？残高見たら9000円しかなかった。ここんとこ飲みだのなんだので随分使ってたからな。9000円って。まあそういうことだから。あ、ユイの様子はどうだ？まだ病院のベッドで眠ってるけど。そうか。じゃ、まだ話は終わってない。なんだよ。50万はさすがに無理。使うなら10万くらいにして。お前、俺に出世の道を諦めろっていうのか？はい。今回の出張は大企業とのでかい取引が目的なんだ。成功すれば数十億の利益になる。俺が任されてるのはそんな大役なんだよ。急遽決まった出張なのに？この取引を成功させれば俺の社内評価は爆上がり。一気に幹部クラスへ昇格だ。そのためにどうして50万円が必要なの？相手は大企業だぞ。安物のスーツや時計で商談に臨めるか。取引ってそんなところで決まるもんじゃないでしょ。必要なのは中身でしょ。そんな綺麗事じゃ仕事は務まらん。まあしょうもない弁当屋で働いてるお前にはわからんだろうがな。お店のことバカにするのはやめて。とにかくそういうことだから文句垂れんな。この50万円はいわば投資みたいなもんだ。
でも取引に成功したからって出世できるとは限らないんでしょ。ユイの様子はどうだ。それさっきも聞かれた。話そらすために聞いてない。出血は止まったのか。当たり前でしょ。あ、でもちょっと待って、目覚ましたかも。そうか、じゃあお前はユイのことを見ててやれ。わかったな。おい、聞いてるか。あのさ、え、なんかユイが妙なこと言ってるんだけど。何。いや、後で話すわ。あ、そう、別に興味ねえけど。商談うまくいくといいね。余裕だよ。そんじゃな。1週間後。今日も残業？うん、ここのところずっとだね。俺ともあろうものが出張先でミスっちまったからな。また出世のチャンスをつかむために頑張らねえと。よく言うわ、残業なんかしてないくせに。え、出張に行ったってのも嘘なんでしょ。女のところにでも入り浸ってた。何を言ってる。とぼけても無駄。更新所からの調査結果がついさっき届いたから。はっ、やっぱり黒だったか。お相手は私と同じ名前のかなこちゃんね。漢字は微妙に違うけど。なんだよ更新所って。ずっと調べてたのよ、このクソ浮気男。一体いつから。あんたが出張から帰ってきた日、4日くらい前か。なんで俺を調べようと思った。出張疑ってたってことかよ。いいえ、なんとなく怪しいとは思ってたけど、疑うってほどじゃなかった。でもユイの言葉を聞いて考えが変わったのよ。なんだよそれ。病院で目を覚ました時、私にこう言ったんだ。パパ、若い女の人と会ってたって。は？あの日ユイはあなたの言いつけ通り公園でタクシーを待ったらしい。でも近くに大きな雷が落ちて怖くなっちゃったんだって。それでその場を離れてあなたを探しに行ったらしいの。マジか。そしてあなたを見つけた。でもそこで見た光景は、父親が知らない女の人とキスする姿だったのよ。ユイは子供ながらに見てはいけないものを見たと思ったらしいわ。あれを見られてたなんて。大雨が降ってるのによくやるわよ。それでユイは走って家に帰った。その途中で階段から足を滑らせちゃった。そういうことか。わかる？あんたのクソみたいな行動のせいでユイが危険な目に遭ったってこと。いや、階段から落ちたのただの事故だろ。まだ9歳なのに変なもの見せられて気が動転したのよ。ケツ。別に計画してやったわけじゃない。最初は本当にユイと実家に行くつもりだったんだ。でもかなこから急に連絡が来たんだよ。駅前にいるんだけど今すぐ抱いてほしいって。はあ？それで俺の下半身が暴走モードに入っちまってもう抑えられなかったんだ。ふざけてる。すまん。確かあの時間違えて LINE を別の相手に送ったとか言ってたよね。それって浮気相手でしょ。私と名前が同じだから。いや、あれは普通に間違えて全然違う相手に送っただけだ。なんだ、ただのバカだったな。んだと。言っとくけど覚悟はできてるんだよね。慰謝料ってことか。そう。ちなみに相手はあなたが結婚してるって知ってた？いや、知らない。独身だと偽って街でナンパしたから。じゃあ慰謝料はあなた一人に請求する。300万くらいかな。そんなに。それとユイの養育費、こっちは500万くらいか。なんだよ養育費って。あなたとは離婚するに決まってんでしょ。え、何驚いてんの。私は一度裏切った相手は二度と信用しない。それにあなたの浮気のせいでユイは危険な目にあった。許すことなんて絶対にできないわ。ちょっと待ってくれよ、たった一度の過ちじゃないか。私のことを老けたとかなんとか言ってたよね。そんなに若い女の体が欲しかった？いや、正直に言え。欲しかったです。キモ。でも俺が間違ってた。謝るよ。そんなに若い女が良かったら私と離婚してやれっつーの。それはだって養育費の支払いとか厳しいことになるし。しょうもない男。あなたはパートの私より給料低いもんね。うるさい。そうだ、共同貯金の使い込み分もちゃんと請求するから。え、50万円下ろしたでしょ。はっきりさせてなかったけど出張には行ってないんだよね。まあ浮気相手の家に入り浸ってた。ああ、俺の下半身が暴走モードだったから。さっきも聞いたわゴミ。じゃあ50万円は何に使ったわけ。それはまあ10万円以上するフランス料理を食べたり、1貫3000円の寿司を2人で100貫くらい食べたりとか。そんなの私だって食べたことないのに。あとはカモフラージュのための
スーツ代やカバン代だよ。あれすっごい安物でしょ。パッと見で分かった。だからこいつは黒だなって内心思ってたわ。なあ、本当に俺と離婚するのか。当たり前。こんな過ちは二度と犯さない。お前とユイのことも大切にする。だからもう一度だけチャンスをくれ。黙れカズ。ひでえ。少しくらい考えてくれてもいいだろう。もう終わりにするわ。帰ってきたら離婚届に記入よろしく。カナコ。漢字ミスってるわよ。私カナコ。カナコ。うるさ。後日談。離婚が成立し、私は浮気の慰謝料と養育費を合わせた800万円を達也に請求。共同貯金の使い込みについては、もともとあった貯金額のちょうど半分だったので、残りを私がいただくことで財産分与としました。住んでいたアパートは達也が一人で住むことになったのですが、多額の支払いがある彼は家賃を払っていくのが困難と考え、ボラアパートに引っ越すことに。実家を頼ろうともしたそうですが、不貞行為を非難され断られてしまったそうです。貧血が原因で浮気相手との関係も終わり、今はカツカツの生活を送っているそうですね。栄養不足でハゲたとかいう噂もありますが、真相は分かりません。私は新しいアパートを借り、ユイと二人で暮らしています。ユイの傷もすっかり治り、今では元気に遊んでいます。ねえお姉さん、うちの子預けに来たのに家いないとか困る。どこ行ったの？平日だから普通に仕事だけど。また？前も仕事って言って預かってくんなかったのに。仕事くらい休んでよ。今日もこないだも約束してないよね。困るのはこっちだよ。子供のいないひなこさんには分かんないと思うけど、ワンオペ育児って大変なんだよ。旦那さんいるじゃない。激務だし、夏頃まで長期出張で家にいないの。それにしたって預けに来る頻度が多いと思う。ここのところは毎週じゃない。他に頼れる人いないの？うちの親はお母さんが体不自由だし、旦那の親は海外に住んでるし、お兄ちゃんとひなこさんしかいないの。そんなこと言われてもこっちにも生活があるから。私かわいそう。泣き落としされても今日は無理。せめて事前に連絡ちょうだい。でもさ、今日は絶対預かってもらわないといけないんだよね。大事な日なの。何があるの？旅行。それが大事？前からずっと楽しみにしてたんだもん。だったらベビーシッターさんに預けるとかできるでしょ。変にお金がかかったら旦那になんか言われるし。旅行のこと伝えてるんなら問題ないでしょ。それは内緒なの。まさか浮気旅行とかじゃないよね。やだ、友達とに決まってるじゃん。もう行かなくちゃ。うちの赤ちゃんエコバッグに入れて玄関にかけておいたから、よろしく。はい。赤ちゃんって瑞希くん？どういうこと？だってひなこさんも兄ちゃんも家にいなかったし、しょうがないじゃん。冗談でしょ。まさか本当に3ヶ月の赤ちゃんを荷物みたいに置いていってないわよね。暑くないよ、保冷剤入れてったし、ミルクとおむつもあるから大丈夫。ああ、でも足りなかったら買っといてね。じゃ、今から電車乗るから。待ってよ。無理。育児ノイローゼで少しだけ子供から離れたいの。子育ての練習させてあげるから頑張ってね。前もそう言って夜中まで迎えに来なかったじゃない。いつ帰ってくるの？1週間くらいで帰ると思うから。じゃあ任せたからね。瑞希がかわいそうだから早く帰ってあげてよ。ちょっと月乃ちゃん。結婚当初、初期費用をケチってオートロックのないマンションを選んだことを今すごく後悔しています。私はひなこ、29歳です。夫と二人暮らしで共働き、子供はまだです。結婚生活や夫には何の不満もありません。ですが、ただ一つ、夫の妹の月乃ちゃんには普段から何かと無茶ぶりされたり、結婚や出産のお祝いでやたら高いものをねだられたりと困らされることが多々ありました。それにしても今回の件は本当にひどすぎます。育児が辛いのかもしれないけど、誰もいない家に放置するなんて。
可愛い赤ちゃんにこの後驚きの運命が待ち受けているとも知らずに。2時間後、ちょっと月乃ちゃん、瑞希くんどこにもいないよ。今帰ってきたの？遅くない？もうお昼じゃん。何言ってるの。会社に頭下げて今日中の案件を同僚に引き継いで大急ぎで帰ってきたのよ。そんなことより瑞希くんがいないの。知らないよ。お兄ちゃんが先に帰って散歩にでも連れ出してんじゃないの。夫は朝から研修で大阪だからありえない。本当にうちのドアにエコバッグかけていったの？そうだけど、もしかして本当に瑞希いないの？だからそう言ってるじゃない。何やってんのお姉さん。ありえないんだけど、しっかりしてよ。は？私のせい？当たり前じゃん。せっかく可愛い赤ちゃんを預けに来てあげたのに、家にいないからこういうことになるんだよ。そもそも約束とかしてなかったじゃない。勝手に荷物みたいにして置いていったのはそっちでしょ。だって帰ってくるの待ってたら待ち合わせに遅れちゃうんだもん。事情を話して待っててもらえばいいでしょ。それは無理。待たせたら嫌われちゃう。誰と出かけてるのよ。友達となんじゃないの。そんなのどうだっていいから、早く瑞希探してよ。どこかに連れて行かれたのかもしれないじゃん。もちろん今から警察に行くわよ。それはダメ。はい。大ごとにされたくないもん。旦那とかに話が行くと大変でしょ。だからひな子さんが自力で見つけて。何言ってるの。もうすでに大変なことになってるからね。警察に行かないでそれこそ瑞希くんに何かあったらどうするのよ。だから早く探してってば。見つからなかったらただじゃおかないからね。月乃ちゃんは今どこ。いつ頃こっちに戻ってくれるの。は？戻んないけど。それこそありえないよ。子供がいなくなったのに母親が探そうとしないっておかしいと思わない。ひな子さんに預けた後いなくなったんだから責任はそっちでしょ。ちゃんと一人で探してよね。信じられない。いいから早く探してきて。一応見つかったら連絡ちょうだい。数時間後。瑞希見つかった？全然連絡来ないけど。ちゃんと生きてるよね。それが、瑞希を名乗るアカウントからママのせいで僕は死んだって LINE が来たの。意味不明。赤ちゃんだからスマホ持ってるわけもないし、 LINE も打てないよね。あんたのいたずらじゃないの。実はさっき警察から連絡が来て、瑞希くん遺体で発見されたって。嘘でしょ。幽霊の LINE ってどういうこと？さっき知らないアカウントからメッセージが来て、大人になれなかった瑞希の魂だっていうのよ。本当なの？わかんないけど、私や瑞希が今日着てる服とか、よくひな子さんに預かってもらってることとか、私の口癖とかいろいろ知ってて。他にはなんて？それがまだ生まれて3ヶ月しか経ってなかったのにとか、もっといろいろしたかったって。そんな。それで僕の無念な気持ちを神様が見つけてくれて、こうして意志を持ち、大人のように文字で気持ちを伝えられるようになったなんて言うのよ。挙句の果てにママを呪ってやるって。瑞希くん、月乃ちゃんのこと絶対許さないわね。何よその言い方。もっと私に同情してどうすればいいか考えてよ。かわいそうなのはどう考えても瑞希くんよ。だから私言ったのに。そんなの知らない。呪われるなんて無理。なんとかして。幽霊の瑞希くんには謝ったの？怖くてそれどころじゃない。そうだ、お祓いとか言ったらいいかな。ひな子さん、どこか探して。あのさ、確認だけど、瑞希くんはマンションの何号室に置いていったの？今さら何？206よ。そこ私の家じゃないけど。はあ？うちは205よ。普通間違える？だっていつもはベビーカーだから。着いたら連絡して下まで降りてきてもらってたじゃん。エレベーターないマンションに住んでる方がどうかしてる。どこまでもイチャモンつけるのね、あなた。でね、206の方が月乃ちゃんにご挨拶したいって。どうも、はじめまして。ひな子さんの隣人の木山と申します。あ、このアイコンさっきの瑞希？どういうことよ。瑞希くんは無事よ。児童相談所に保護されました。
私の勤める乳児院への措置入所が決まっています。は？乳児院って施設ってこと？水木無事なの？月乃ちゃん、うちがダメな時はいろんなお友達の家に無理やり水木くんを預けてたんでしょ。それも何回も。だってワンオペって大変なんだもん。頼れるものは頼らないと。今回のことでもうあなたに子育てはさせられないって。あなたのご両親や旦那さんのご両親もみんな意見が一致したわ。はあ？なんで知らせてるわけ？バッカじゃないの。大ごとにしたくないって言ったじゃん。旦那さんから連絡来てない？激務が落ち着いたら離婚して水木くんと二人で暮らしたいって言ってたけど。離婚とかありえない。あいつ高収入なんだから。っていうか水木生きてるんでしょ。騙したわね。あれはうちの夫のアイデアよ。お給を据えてやれって。木山さんも心よく協力してくれたわ。ふざけんな。慰謝料払え。水木は乳児院で預からせてやるから、夫や家族には離婚をやめるよううまいこと言って。いい加減にしろ。黙って聞いてりゃ自分のことばっかり。子供の容態すら聞いてこないじゃないか。はあ？あんた何様？保育士だ。子育てが辛いなら行政とか近隣の支援ルームとか民間のベビーシッターとかなんだってあっただろ。どうしてエコバッグに入れる前にそっちを頼らなかったんだ。それがね、木山さん、ベビーシッターを使うと余計な出費が出て知られたくないことがバレるから使わなかったそうです。じゃあ行政とかショートステイとか。だって旅行行くのに使うなんて役所のおばちゃんとかに怒られそうじゃん。しかも友達とじゃなくて浮気だしね。待って、なんで知ってるの？月乃ちゃんのインスタ裏垢見つけちゃった。水木くんを探すときに共通の知り合いに連絡取ってたんだけど、その中の一人が教えてくれたの。ありえない、プライバシー侵害。鍵もかけずにプライバシーも何もないだろうが。今は沖縄のホテルニューチューブにチェックインしたところなんでしょ。明日は水族館だったのに行けそうにないね。嘘でしょ、そんなところまで見てるの？そっちの警察に連絡行ってるはずだからもうすぐ着くだろうよ。え、捕まっちゃうってこと？そんなの困る。彼になんて言えばいいの？私独身ってことにしてんだけど。うわ、最悪。ねえわ。騙してたんだ。そのまま真実を告げるしかないよね。いやよ、これからどうすればいいの？とりあえず逮捕はされる。あとは離婚になるから慰謝料とか養育費とかを旦那さんに払うことになると思うよ。出所したら就職してしっかり払ってあげてね。そういうことじゃなくて、私が助かる方法を教えてって言ってるの。ないよ。ないな。こんなのやだ、誰か助けて。後日談。エコバッグに入れたから預かってなんて最初に言われた時はどうなるかと思いましたが、水木くんが無事で本当に良かったです。月乃ちゃんは保護責任者遺棄容疑で逮捕され1年の懲役刑に。旦那さんとは離婚し、慰謝料と養育費は一旦ご両親が肩代わりしましたが、出所後何としてでも本人に返してもらうそうです。もちろん浮気相手にも振られたので誰も助けてくれません。水木くんは少しの間乳児院で暮らしましたが、その間にパパさんが会社に掛け合って出張先の事業所への転勤を決め、住まいや保育園を見つけて、あっという間に父子二人の新生活を始めました。どう転んでも水木くんが月乃ちゃんの元へ戻ることはありません。私たち夫婦は今回のことでようやく重い腰を上げてオートロック付きマンションに引っ越しました。そしてなんと妊娠も判明。お腹に芽生えた新しい命を絶対大事にすると心に誓いました。とうとう明日か。お父さんたちへの結婚挨拶。緊張してる？大好きなゆきみのご両親に会うんだ。当たり前だろ。もう付き合って3年も経つんだし、認めてくれるって。ゆきみは簡単に言うけどさ。昔のドラマみたいにちゃぶ台返しされるとか思ってる？やっぱりされるのかな。ありえないから安心して。そもそも実家にちゃぶ台ないし。お前みたいなやつに娘を渡さんって言われたらどうしよう。千と千尋みたいに粘るしかないね。ここで働かせてください。ここで働きたいんです。そ
それ違うでしょ。まあとにかくリラックスして。それに私と同じくお父さんも警察官が好きなの。俺が警察官だってご両親に話してるのか。そりゃ言うでしょ。私もパパもデカワンコとか腹抱えて見てたな。何それ。コメディ感の強い刑事ドラマ。翔太はそういうの見なかった？ドラマとかはあんまり。そっか、本物の警察官からしたらドラマは嘘っぱちだよね。いや、フィクションとして面白いと思うよ。でもあんまり俺が警察だって話を周囲にするのは。あ、まずかった？あ、いや、まずくはないけど、その転職しようかななんて考えてて。そうなの？これから雪見と暮らしていくとなったら、もっと融通が利く仕事に就きたいんだ。私のことを考えてくれてるんだ。嬉しくなっちゃうな。普通のことだよ。でも今までも普通にデートできてたし、これからは一緒に住むんだよ。だからソータがやりたい仕事をそのまま続ければいいと思う。でもソータが転職したいなら賛成だよ。ありがとう。一応その方向で行こうと思うよ。うんうん。じゃあ明日に備えて寝るかな。はい、おやすみ。翌日。お父さん、今日の結婚挨拶でソータに何を言ったの？ああ、雪見、お疲れ。ソータ君、帰り具合悪そうだったけど大丈夫か？パパが何か言ってから急に震え出してびっくりしたわ。俺なんて言ったんだっけな。私はお母さんとの会話に夢中だったし聞いてなかったのよ。俺も普通に話してただけなんだけど。打ち解けてたよね。それなのに突然彼が固まって震え出すから余計なこと言ったんじゃないの？ソータ君何か言ってた？何も。帰りも一言も話さないし、なんか思い詰めた顔をしてた。 LINE だって反応なし。うん。なんかボソッと言ってたよね。聞こえなかったけど彼が傷つくこと言ったんでしょ？あれじゃない？お父さん霊感あるからそれ関係で何か言ったとか。あれか。何？彼の背後に黒い影が見えたんだよ。またそんなこと言って。本当だって。それでご遺体触ったことあるって聞いた。そりゃ警察官なんだから触ったことくらいあるでしょ。彼33歳だよ。何年あの仕事してると思ってるの？いや、彼は警察官じゃない。え？気づかなかったのか？何のこと言ってるのかわかんないんだけど。彼の腕には大きなケロイドがあった。あれは入れ墨を消した跡だ。小さい頃に火事にあって火傷したって言ってたよ。なんとか逃げることができたけど大変だったって。あんな片腕だけ綺麗に火傷することあるか？それにお父さんにも同じ跡がある。確かに。お父さんも入れ墨してたんだっけ？昔やんちゃしてたからな。俺はファッション感覚だったけど。彼に入れ墨があったからなんだっていうの？お父さんと共通点があってよかったじゃん。お前はソータ君大好き現象にかかっていて何も見えてないようだな。よく考えてみろ。大きな入れ墨の跡、遺体を触った経験、あれなんかヤクザっぽくない？そして警察官は試験の際に身辺調査が必ず行われる。反射として生活していた彼が受かることはないだろうな。そんな冗談でしょ。娘にこんな嘘ついてどうする。結婚に反対したいだけならちゃぶ台ひっくり返した方が早い。うちにちゃぶ台ないし。あれだろ、隠していたことが俺にバレたと思って震え出したんだろ。でもお父さんは最後まで彼と普通に話していたし、私が LINE するまで何も言わなかったのはどうして？忘れてた。はあ？ああ、いや、ごめん、それは冗談。でも、彼はもう大丈夫だと思う。どういう意味？後ろにいた黒い影というのは、彼が遺棄した仏様だと思うけど、恨んでいるというよりかは、哀れんでいる感じだったな。そんなのも見えちゃうんだ。すごい。あと、入れ墨を焼いたってことは、
もう抜け出したってことだろ。でもどうして警察官だなんて嘘ついたんだろう。雪見はどうしたいんだ。彼とこれからも一緒にいたいのか、それとも別れるのか。彼のことは大好き。でもどうしたらいいかわかんない。今までのが嘘だったなら、この好きも作り物じゃん。大事なのは相手の話をよく聞いて、自分の気持ちに正直になることだ。この世界に正解なんてないんだぞ。たまにはいいこと言うね。いつもいいこと言ってんだよ俺は。とにかく本人と話してみるしかないな。やっぱりそうだよね。結婚についてはお前たちが決めたなら何も言わない。俺たちはいつでも雪見を応援してるよ。ありがとうお父さん。腹割って話してくる。1時間後。何度も電話してるのにどうして出てくれないの。ごめん。あ、やっと返事した。心配したんだよ。うん、ごめん。ごめんしか言わないじゃん。具合悪い？そんなことはないけど。じゃあどうしたのよ。雪見、話がある。私からも言いたいことがあるんだけど。まあお先にどうぞ。結婚はやめよう。え？やっぱり俺には幸せになる権利なんてないんだ。もしかしてお父さんが言ってたこと本当なの？やっぱり見通されてたんだな。元ヤクザだっていうのは事実？ああ、それに警察官だっていうのは嘘。ひどい。どうしてそんな嘘つく必要があるの？雪見と出会ったのはバーだったろ。一目惚れをして、いつも決まって木曜の夜に来る君を待ってた。それでようやく話しかけるタイミングができたんだ。そうね、そんな出会いだったけど。何の仕事をしてるか聞かれて、俺はとっさに警察官って答えた。君がマスターに警官が好きって言ってるのを聞いてたから。その時はまだ組員だったの？いや、俺はやっと組から抜け出せて普通の工場で働いてたんだ。でもそんなこと言いたくなくて。そう、嘘ついてて本当にごめん。お父さんが言ってたの、ソータに黒い影がついてるって。人を殺したことがあるの？正直に答えて。それはない。誓って本当だ。俺は親父が組長で仕方なく入ったんだ。どうしても逆らえなくて、お前は何もできないんだから遺体処理だけしておけって。何の罪のない人のご遺体を捨てたってこと？相手もヤクザだったけど、そうだね、俺が燃やして骨にした。信じられない。そうだよな、本当にごめん。お父さんすごいな、全部お見通しなんだ。父は昔から霊感というか、その人のオーラを感じ取るの。俺のせいで雪見の人生が台無しだ、ごめん。謝って済む問題じゃないでしょ。雪見の3年間を無駄にしてしまった。どう償ったらいいのか。今までのは全部嘘だったのね。雪見のことを愛してるのは本当。でも結婚はできないね。俺を殴ってもいい、何してもいいよ、訴えてもいいから。そんなこと言うんだ。このまま生きていくわけにもいかないし、ちゃんと罪を償う。俺がやったことは死体損壊罪だ。自首します。そう、分かった。俺が真っ当な人間になろうと思えたのは雪見のおかげだよ。ありがとう、本当にごめんね。あなたは自分で組を抜けたんでしょ？そうだけど、もっと真面目に生きようと決めたのは雪見のおかげだから。そっか、今まで本当にありがとう。さようなら。1ヶ月後。あんたを訴えることにしたわ。雪見、久しぶり。分かったよ、何でも応じる。弁護士さんに相談してたら遅くなっちゃったけど、訴えようと思えばできるっぽいから。うん、どうしたい？まず最初に文句を言わせて。前に言ってた俺には幸せになる権利はないってやつ、ふざけてんの？いや、私が幸せになる権利は？もちろんそれはあるよ。
っても蒼太が婚約破棄したせいで私も幸せになれないわけよ。あ、時間を無駄にさせてごめん。てかなんで私が振られなきゃいけないの？普通私からじゃない？あんたとは結婚できないっていうのは。そうだね、俺が振られるのが怖くて。でも結果は分かってたから先に言ってしまった。それも訴えます。うん、結婚詐欺とかになるのかな。あと終身刑を求めるわ。そう言われても仕方ないか。法的にどうなるかは分からないけど。絶対に叶える。だから裁判を起こすつもり。分かった、出廷するよ。分かったわ。じゃあ結婚裁判の詳細が弁護士から送られてくると思うからよろしく。え？勝訴してやるわ。結婚裁判って何？私と結婚しなさいっていう裁判。離婚裁判があるんだから逆があってもいいでしょ。ちょっと待って、俺と結婚したいの？もともとその予定だったし。あなたは自首をしに行ったけど時効だったからお咎めなしだったでしょ。よく知ってるね。調べたの。だから私が代わりに裁いてやることにしたわ。私の元で終身刑。本当にいいのか、俺と結婚しても？勘違いしないでね。今までのことを許したわけじゃない。でもあなたと過ごした日々が全部嘘だったわけじゃないのもちゃんと理解してるの。うん、組とはちゃんと縁を切ってるのよね。もちろん、親父にはお前の顔なんて二度と見たくないって感動されてる。他に犯罪はしてないわよね。私に隠し事はもうなしよ。違うよ、もう何もない。なら私と結婚しなさい。ちゃんと責任を取って。私にはあなたと幸せになる権利があるんだから。これなんて言っていいか。イエスしかないでしょ。もちろんです。ソータは十分に反省してるし、ヤクザになったのもあなたの意思じゃないんだから。俺はずっと普通に生きたかった。ずっと苦しんできたんだものね。私に隠し事をするのもきっと辛かったよね。うん、ごめん、こんなこと俺が言っていいのかわからないんだけど辛かった。それじゃあこれからは私が幸せにしてあげる。だからあなたも私を幸せにしてね。はい、一生涯幸せにします。じゃ今から抱きしめに行っちゃおっと。俺が迎えに行くよ。うんうん、いいの、もうソータの家の前まで来てるから。え？ずっと会いたかった。俺もだよ。後日談。この度私たちは晴れて夫婦になることができました。紆余曲折ありました。いやー本当に曲がったり折れたりいろいろあったよ。でもこれが最善だったと思うし、彼の全てを受け入れることができました。両親や親戚のみんなにもちゃんと訳を話したけれど、みんな血がつながってるからか理解が早かったです。結婚式の後、親戚だけの集まりを開いて盛大にお祝いをしてくれました。いとこなんかは、ヤクザの世界ってどんな感じ？と興味津々。彼もネタにしてもらえた方が楽なようで、苦笑いしながらもみんなの輪に入っていました。今は二人で生活をし始めて、なんと私のお腹には赤ちゃんがいます。パパは今日も真面目にお仕事中。みんなまとめて幸せ終身刑だ。ナナの誕生日今年もパスするわ。は？娘の誕生日だぞ。出張が延びることになったの。またか。今回の出張は2週間くらいになると思うの。だから誕生日には帰ってこれない。これで何回目だよ。4回くらい。今回もすっぽかしたら6回目だ。そうだっけ。1歳の誕生日は高校の同窓会、2歳の誕生日は同僚の送別会、3歳の誕生日は幼馴染と旅行。ああそんなこともあったね。でも1回くらい一緒にお祝いしなかったっけ。4歳も5歳も仕事だ出張だって言っていなかっただろ。それどころか7が生まれる当日も都内の高級ホテルにいたよな。ああそうそう、あの時はホテルで産気づくとは思わなくてびっくりしたわ。
俺が仕事中に勝手にホテルに行って病院から緊急搬送されたって電話来た時は心臓が止まるかと思ったよ。だって子供生まれる前に楽しみたかったんだもん。そのせいで俺は立ち会えなくてショックだった。過ぎたことは気にしないの。なんで毎年9月9日に予定が入るんだ。たまたまだよ。そういうことって結構あるじゃん。普通はないと思うけど。それに娘の誕生日は最優先するだろ。だってナナの誕生日はこれから先も祝えるけど、同窓会も送別会も一度きりなんだよ。ナナの1歳の誕生日も2歳の誕生日もその時だけだよ。それに早く帰るわけでもなく、毎回午前様だよな。付き合いとかいろいろあるのよ。あっそ。でも今回は誕生日旅行だぞ。会社にもその日は有給申請したって言ったよな。言ったけど無理だったの。仕事なんだから仕方ないでしょ。ナナは2ヶ月も前からずっと楽しみにしてたんだぞ。だから仕方ないって言ってんじゃんか。しつこい、うざい。だったらせめてもっと早く言ってくれないか。出張5日前に言うなんて。こういうのは急に決まるものなの。そんなことあるのか。外に出ないでのんきにパソコンカチカチしてるニートまがいのやつには言われたくない。俺はニートじゃなくてデイトレーダーだって結婚して10年間ずっと言ってるだろ。横文字並べてかっこいいじま。マジであんたって人をイラつかせる天才よね。別にそんなつもりで言ってないだろ。顔も微妙、仕事もしてない。身長は168センチのチビ。なんでこんな男選んだんだろ。私ってバンハッピーガールだわ。身長168センチはチビじゃないだろ。あんた知らないの？170センチ以下の男は人権ないのよ。この前炎上してた人の話か。そうよ。あの人の言うこと正しいと思うわ。170センチ以下は人権ない。ゴミ野郎だって自覚してほしいわよね。そこまで言うか。だって本当のことでしょ。そうかよ。もう勝手にしろ。うるさい、ポンクラ男。俺の名前はユウト。デートレーダーをやっている37歳です。プライベートでは結婚10年目の妻、サナと、15日後に6歳の誕生日を迎えるナナと暮らしています。サナとは合コンで知り合い、すぐに意気投合。あっという間に結婚10年目になりました。仕事もできて美人な妻。ただ彼女は家族よりも自分が優先。可愛い娘との約束でさえ簡単に破ってしまう人なのです。そんな妻でも愛した人。だからこそ離婚はできませんでした。それに幼い娘にはやはり母親が必要だろう。娘が寂しいなら自分がそれを埋めてあげればいい。そう思っていたのですが、この出張話がきっかけでドミノ倒しのように俺に悲劇が襲いかかってきたのです。5日後。じゃあこのまま会社から出張に行ってくるわ。ああ。ナナに寂しい思いさせてごめんねって伝えておいて。いつものことだからナナも気にしてないだろ。なに、まだ怒ってるの？怒る？いや、もうそういう次元ではない。なんなのよ、妻が仕事頑張ってくるのに。いってらっしゃい。解消なしの俺のために稼いできてくれてありがとうございますくらい言いなさいよ。あざっす。はぁ？あんたふざけてんの？ふざけてんのどっちだよ。カッチーン。ユウトにはお土産買ってきてやんない。いらん。あー、もうムカつく。出張で散財してきてやる。仕事なんだからそんなことしてる暇ないだろ。時間というものは作るものなんです。24時間暇なあんたにはわからないだろうけどね。そうかよ。てか月末だから散財するお金もないよな。チッチッチー、残念でした。ユウトが隠し持ってたへそくり持ってきちゃった。え、へそくりって何の話？リビングの書類入れる引き出しにあった茶封筒に100万入ってたから持ってきちゃった。は？もしかしてそれ封がしてあったやつか？そうそう。あんな分かりやすいところに隠すなんてバッカじゃないの？お前、あの棚開けないから油断してた。言っておくが、それ俺の金じゃないから。ユウトと私の家にあるお金なんだから私じゃないとしたらあんたのものでしょ？それは俺の両親から預かったお金だよ。なんであんたの親がこんな大金預けるのよ。ちょっとさ、近所にヤバいおばさんがいて不法侵入とかするらしいんだよ。今警察に被害届出してるんだけど
心配だから家に現金置きたくないって言うんだ。だから数日預かってる。ふーん、じゃあ通帳に入れればよくない？なんか近々現金支払いがあるからとか言ってたな。あっそ、あんまり面白くない作り話だね。嘘じゃないって。まあいいや、へそくりバレて焦ってるみたいでウケる。いやマジで俺の金じゃないんだよ。いいか、絶対使わなよ。はいはい、わかりましたよ。じゃあ旅行行ってきます。旅行？ああ間違えた、出張。ふーん、楽しんでこいよ出張。楽しくないわよ、仕事なんだから。それより私がいないからって家事サボらないでよ。特に掃除、汚い家に帰るの嫌だから。はあ、綺麗さっぱりしといてやるよ。頼むわよ。察しのいい方は気づいているでしょうか、彼女の違和感に。俺はこの出張話が出たその夜に気づきました。まさかこんなことになっていたなんて。俺は彼女がいない2週間の間に急ピッチで計画を進めることにしたのです。2週間後。ちょ、ゆうと、どういうこと？家がないんだけど。あ、なんで？ああ、さなか、おかえり。おかえりじゃないわよ、帰りたくても家がないの。どうなってるの？汚い家は嫌なんだろ？だから綺麗さっぱりしたんだ。は？それにしても2週間あれば家の解体って終わるんだな。解体？何？ドッキリかなんか？テレビカメラとかあるの？ないよ。だって家がなくなるっておかしいじゃん。お前が言ったんだろ、汚いところに帰りたくないって。俺も汚らわしい家は勘弁なんだよ。はあ？私が言ったのは部屋が汚いって話なのに、なんで家まで解体されるの？それはお前が一番よくわかってるんじゃないか。わかんないわよ、いいからネタバラしなさい。バラすネタなんてない、正真正銘家は解体してなくなったんだから。はあ、大体そんな簡単に家が解体できるわけないでしょ。どんなトリック使ったのよ。俺の幼馴染に解体業してるやつがいて、春先は閑散期らしくってすぐに受け入れてくれたんだよ。じゃあ本当に家はなくなったの？ああ。勝手なことしてんじゃねえぞこのボンクラ。家は私のものでもあるのよ。あの家は俺が結婚前に建てた家だ。俺のものをどうしようと勝手だろ。おつむいかれてんじゃないの。私の荷物はどうしたのよ。滑走庫に預けた。最低、最悪、許さない。それはこっちのセリフだ。10年間も俺を裏切りやがって。何の話よ。俺と結婚した時から浮気してる男がいるだろ。何わけわからないこと言ってんのよ。おつむがおかしくなった。竹丸幸男39歳、うちから一駅先のボンクラ荘の102号室に住んでるんだよな。え、誰それ、私わからない。10年間もよく浮気してるよな。むしろ重婚してるレベルだろ。何のことかしら。ちなみにこんなことも知ってるよ。付き合った記念日が9月9日、娘の誕生日。産気づいた時もその浮気相手とホテルでお泊まりしてたんだろ。え、なんでそのこと。やっぱりな。違う、もう全部わかってるから。ナナの誕生日は毎年その男といたんだよな。マナ娘を放ってでもそのクズが良かったんだろ。待って、何か勘違いしてるよ。竹丸さんは友達だよ。ユートが思ってるような人じゃない。へえ、君は友人と随分と大胆なことするんだな。何か、休日に君を楽させようとナナと出かけてた時、友人である男と家であんなことやこんなことして動画にまで撮ってるなんて思わなかったよ。君はおつむが湧いてるんじゃないか。なんで知ってるのよ。お前が大切にしてる宝物箱と称した鍵付きの箱あるだろ。まさか勝手に開けたの？いや、お前が出張の日程が伸びる話をした日の夜、その箱から写真がはみ出してるのを見つけた。え？お前と男が濃厚なことしている写真だったな。気持ち悪くて吐き気がしたよ。嘘でしょ？日付を見たら5年前の9月9日だった。それでよく見たら箱の鍵が開いてたんだよ。全部見たの？ああ、何十枚もの写真とSD に入ったお前と浮気男の動画があった。このデジタル社会に写真を現像して持ってるなんてな。だってスマホはなんかの表紙で見られたら困るし。
結局その写真を見られてたんだから世話ないよな。10年もバレないから気が緩んでたのか。違うのよ、あれは無理やり撮らされたの。その割に随分と笑顔だったな。動画なんかはお前から迫って積極的に見えたけど。それは脅されてて。そういう言い訳はいらない。今回の出張もどうせ浮気旅行を兼ねてたんだろ。違う、本当に出張だったもん。へえ、 LINE には明日からの旅行を楽しみだね、仕事なのに雪男といられるなんて幸せって書いてあったぞ。 LINE まで見たの？この前スマホ壊れたからって俺のパソコンと同期してそのままだったろ。ああ、でも勝手に見るなんてプライバシーの侵害よ。俺は自分のパソコンに入ったデータを見ていただけだよ。別に君の LINE を見ようとしたわけじゃない。だからってひどいよ。削除しておかない君の責任じゃない。で、この LINE は浮気の証拠ってことでいいんだよな。それは、友達同士のお遊び LINE 的な。竹丸さんは彼女いなくて疑似恋愛してみたいって言うから。はあ、疑似恋愛ね。ほら、ゲームとかで疑似恋愛とかするじゃん。それと一緒だよ、深い意味はない。じゃあ君は友人との疑似恋愛で10年間も男女関係を続けてたっていうのか。そうよ、でも疑似だもん、浮気じゃない。それなら第三者に判断してもらおう、その手のプロの方に。それって弁護士だよ。もし浮気と判断されれば10年も俺を裏切り続けてきたんだ。二人とも多額の慰謝料を払うことになるぞ。ふん、バカじゃないの。浮気の時効は3年よ。私と竹丸さんが付き合って10年、もう時効が過ぎてるのよ。あ、認めた。あ、やば。言っておくが、浮気の時効は当事者が知ってから3年だよ。嘘。本人からの浮気証言も取れたし、判断してもらう必要もなくなったな。あ、タイム、この話はなし、冗談よ。いや、まさかこんなにあっさりゲロってくれるとはな。あ、待って、ごめんなさい。浮気は確かにした、でも遊びなのよ。本当のこと言ったんだから許して。10年も裏切ってたのに許せっていうのか。だって竹丸さんはイケメンで高身長なの。でも寄ってくる女も多いから結婚してくれなくて。だから俺で妥協したってこと？というか仲良しの友達がみんな早くに結婚して羨ましくって、私も結婚したかったの。それを妥協って言うんだよ。そんな理由で俺の10年が無駄にされたのか。でもね、この10年で優斗の良さが分かったの。竹丸さんは顔だけで優しくないし、ニートだしな。え？知らなかったのか？あの人仕事しないで寄ってきた女性たちからお金もらってたんだぞ。待って、彼不動産収入があるんでしょ？いや、探偵さんが調べたけどバイトすらしてないらしいよ。嘘でしょ？まあ今後そいつのところに行くのかどうするかはお前次第だけど、俺は位置抜けするから。じゃあな。ああ、待って待って、離婚なんて恥ずかしくて無理、嫌だよ。俺はこの後の人生をお前に捧げるなんて無理。お願いだから許して。家もないしどうしていいかわからないの。お前の実家に内容証明とか送るから実家帰れば。嫌よ、お父さんのこと嫌いだから帰りたくない。あ、そう。でも君の荷物を入れた滑走庫の鍵、実家宛に送ってあるぞ。嘘。ああ、と持って行った俺の親の金も返してもらうからよろしく。え、あれ本当に言うとのじゃなかったの？だからそう言ってんじゃん。どうしよう、使っちゃった。そう、じゃあ全額返してね。待って、私の心入れ替える、だから許して。無理です、俺たちの関係も解体します、さようなら。やだ、待って、ごめんってば、許してよ。後日談。まさかこんなことになるなんて。それよりも彼女から一度も娘の話が出なかったこと、それが一番腹が立ちます。この後俺とサナは離婚、ナナと共に実家へ帰りました。彼女は業務中の浮気や出張にその相手を連れて行ったとして、会社の墓場と言われる資料室に部署移動。プライドが高いサナはこんなところいられないと自主退職したそうです。浮気アホ野郎2人には慰謝料として300万円ずつ請求しました。さらに彼女には俺の両親のお金100万円の返済も求めたのです。離婚後
ナナの親権は俺が取り、養育費700万円を支払うことになるそうです。ちなみに心配だったので、娘の DNA 検査もしましたが、正真正銘俺の娘と分かり、本当に安心しました。これからも仕事の邁進しつつ、ナナには寂しい思いをさせないよう、全力で愛していこうと思います。旅行に行ってきます。役立たずのババアの介護よろしく。ちょっと待って、私まだ一人でお母さんの介護できないの。大丈夫っしょ、適当におむつ履かせて転がしておけばいいから。自分の母親でしょ、なんでそんなこと言うのよ。だってさ、怪我してからボケたのか全然話さないし、孫の面倒も見れない役立たずだよ。マジ邪魔でしかないよね。ひどい。でもあの人のお父さんも貯金が趣味でたんまり溜め込んでるのよ。とりあえず介護っていう恩は着せておかなきゃね。そんな気持ちで介護してたらお母さんが悲しむわよ。別に本人に言わなきゃわからないじゃん。言わなくても伝わるものよ。ババ臭い説教おつー。いい？うちの家系は代々嫁いできたやつが召使いになるって決まってんのよ。何それ、じゃあ嫁いできたお母さんもそうだったの？そうよ。マモルさんも何も言わないから知らなかったわ。お兄ちゃんは生粋のマザコンだからね。いつもお母さんの味方ばっかりしてたわ。あの人マザコンだったの？そうなのよ。それなのに介護になったら急に汚いとか言って何にもしないの。マジクズだわ。そうだったのね。ってことで、あんたに拒否権はないの。介護は頼んだわよ。ちょっと待って、アイナちゃん。私の名前はつむぎと言います。夫のマモルさんとは1年前に結婚。2週間前に営業職の夫の転勤に伴い、義実家での同居が始まりました。家には3ヶ月前に事故で単身不随となった義母と、離婚しシングルマザーになった義妹のアイナと娘のララちゃんが住んでいます。義父は5年前に病気で旅立ってしまったと聞きました。家事と慣れない介護、専業主婦とはいえ疲労困憊でした。夫に手伝ってほしいと相談しても、嫁なんだからやれよと取り合ってくれません。唯一救われることといえば、事故以来喋らなくなった義母が、優しく私に微笑んでくれること。嬉しいんだろうなと思い、原動力になっています。ただ、私の心に少しずつ亀裂が入り始めていることを、誰も知らなかったのです。3週間後。1週間旅行行ってくるわ。またなの？今回はお兄ちゃんとだよ。え、どういうこと？私の彼氏、お兄ちゃんの友達なの。だからって、マモルさんがついていく必要ある？別にいいじゃん。旅行も自由に行かせてくれない鬼嫁なの？でも、マモルさんそんなに休み取れないでしょ？大丈夫って言ってるよ。有給とかいろいろ使ったからだって。もうマモルさんと一緒にいるの？うん、あんたが買い物している間に準備して出かけた。そう。それとさ、お母さんの介護で暇でしょ？今回は海外だから1週間子供もよろしく。え？ナナちゃんは連れて行かないの？あんたバッカじゃないの？子供がいたら楽しめないじゃん。この前の旅行は連れて行ったわよね。それはママ友旅行だからよ。だったら今回も彼氏さんとマモルさんいるなら連れて行けばいいじゃないの。は？文句あんの？それに私まだ介護も慣れてないの。その上やったことない育児なんて無理よ。だったらララを子育ての練習台にすればいいじゃん。何言ってるの？子供は人形じゃないのよ。確かに人形じゃないね。どっちかっていうと金のなる木？本気で言ってるの？だってララと暮らす限り元旦那からお金もらえるんだよ。最高じゃん。それはララちゃんへの養育費でしょ？あなたのものじゃないわ。そんなの建前よ。あの子に必要なお金なんてたかが知れてるわ。だったら貯金してあげるとかできるでしょ？いやよ、お金っていうのは使うことに意味があるの。それでも母親？子供産んだこともない女に言われたくない。でもそれよりさ、あんた今家？まだ買い物中だけど。だったらさっさとララを迎えに行った方がいいわよ。どういうこと？ララちゃんは家にいるんじゃないの？あの子さ、私が旅行行くって言ったら一緒に行くって聞かなくて、
うざいから連れて行くふりして公園に置いてきた。は？嘘でしょ？もう夕方よ。何考えてるの？さっさと旅行行きたいなって考えてた。とりあえずよろぴく。急いで公園に向かうと、ララちゃんは一人ブランコに乗っていました。よかったと抱きしめると、まだ3歳のララちゃんは不安と寂しさからか目に涙をいっぱい溜めていました。そして私を見ると安心したようにニコッと笑ってくれたのです。私はおばちゃんと帰ろうと言い、手を取り帰路に着きました。夕ご飯は義母の部屋に机を置き、3人で温かいシチューを食べ、夜も義母の隣に布団を敷き、3人で寝ました。私はその夜、怒りを抑えきれず、とある人物に電話をかけたのです。そして、ついにこの状況をひっくり返す準備が整いました。1週間後。楽しいからもう1週間こっちにいるわ。そう。召使いとしての自覚が芽生えたかしら？そうかもね。お兄ちゃんもう嫁は下僕だって隣で笑ってるよ。へえ。何その反応、舐めてんの？別に。マジムカつく。お土産買ってきてやんない。いらないよ。それより、守さんは旅行延長して大丈夫なの？大丈夫だって。有給溜まってるから余裕って言ってる。ふーん、嘘が上手ね。は？なんでもない。なんなのよ。てか介護と育児はちゃんとやってるのよね。知らない。知らないってどういうこと？ララは？お母さんは？多分元気だと思うよ。は？一緒にいないの？私の近くにはいないよ。意味わからない。なんで？あんたどこにいるの？実家にいるわよ。じゃあララはどこにいるの？まさか家に？ララちゃんのお父さんのところ。まさか元旦那の？そう、お母さんから連絡先聞いたの。今回のこと話したら謝られたわ。それにお金のことも話した。かなり怒ってたわよ。嘘でしょ？本当よ。絶対嘘だ。お母さんはボケて喋れなくなったのよ。教えられるわけないでしょ。お母さんはボケてもないし、ちゃんと会話できるわよ。え？あなたと守さんが旅行に行った日、ララちゃんとお母さんとご飯を食べてたの。そしたらお母さんがね、ありがとうね、あんな息子と娘でごめんねって言ったのよ。なんで？私が話しかけても何も反応しないのに。事故に遭った日、病院であなたと守さんが、なんであの世に行かなかったんだろう、行けば保険金と貯金が手に入ったのにって言ってたのを聞いたんだって。あの話聞いてたの？それに失望したお母さんが、あの日からもうあなたたちとは話さないことに決めたって言ってた。そんな。で、今回私に全て押し付けて旅行に行った話をしたら、施設のパンフレットを渡されたの。施設って老人ホーム？そう、貯金全て使って生涯面倒を見てくれるホームに入居させてほしい。もう予約してあるのって言ってた。は？どうやって？確か近所の人がお見舞いに来た時電話を借りたって言ってたわ。その人に仲介してもらったそうよ。勝手なことしやがって。でもどうやってお母さんを連れ出したの？歩くことすらできないのよ。私の兄に頼んだの。え？兄は介護士で、その前は引っ越し業者に勤務してたの。だからお母さんの入居やララちゃんの受け渡し、そして私の引っ越しをしてもらった。ひどい。こんなの誘拐と一緒よ。ララちゃんをほっぽり出して介護も中途半端、自分のことは棚にあげて何言ってるのよ。私は母として、娘として言ってるのよ。許可なしに連れて行くなんて犯罪よ。お母さんを介護中に足蹴りしたり、一日おむつも買えない、食事も忘れる、ララちゃんを放置したり、悪いことしたらご飯を抜くなんて当たり前、そっちの方がよっぽど犯罪よ。私はお母さんのこともララちゃんのこともお金としか見てなかったんだよね。そんなことない。お願いだからお母さんとララを返して。これは二人の意思だから、私はそれを手伝っただけ。お母さんはまだしも、ララはそんなこと言わない。ちゃんと自分の言葉ではっきり伝えてくれたわよ。ママ痛い痛いする、パパのところ行くって。嘘、あの子そんなこと。
だからその意思を尊重しただけ。許さない、絶対許さないんだからね。そう、別にもう関係ないから知らないわ。はあ、嫁のくせにこんなことしやがって。後悔させてやる。一生下僕として引きずり回してやるからね。嫁じゃないよ、離婚したから。え、だからもう知らない。待って、意味わからない。お兄ちゃんもめっちゃ焦ってるみたいね。うるさいくらい電話来るもん。そりゃそうでしょ。そこの浮気男の声聞きたくないから伝えておいて。てめえが結婚1週間で叩きつけた離婚届出しておいてやったよ。これで思う存分女遊びできるねって。え、意味わからない。お兄ちゃんが浮気？何とぼけてるの。守さんに浮気相手を紹介したのあなたでしょ。何のこと？浮気相手はあなたの友達。しかも私たちがこっちに引っ越してくる前から二人を引き合わせてた。私知らない。証拠もあるわよ、あなたと守さんの LINE。 は？お兄ちゃんのスマホ見たの？同期しているパソコン開いたら LINE 画面だったの。そこに紹介したこと、付き合ってること、そして旅行のことが書いてあったわ。え？今回の旅行はあんたと彼氏、守さんと浮気相手の4人で行ってるんだよね。それは お兄ちゃんが紹介してって言うから仕方なく。まあ浮気のことについては後で弁護士さんから連絡が行くって伝えて。あ、ちなみに私連絡しても繋がらないよ、ブロックしたから。待って、お母さんとララのことはどうなるの？私働いてないから、お母さんの年金とララの養育費がないと。結局お金なのね。ララちゃんもお母さんもあなたたちみたいな毒親、毒子と離れられて正解ね。ちょっと待って、本当に二人がいないと困るの。それかせめてお金貸してくれない？呆れた。ちょっとでいいのよね。浮気相手を紹介するほど大好きなお兄ちゃんに頼んだら？あ、でも無理か、あの人をクビになるし。どういうこと？さっき有給取ったって言ったでしょ。さすがに急に1週間追加とかは現実的に無理だと思って会社に確認したのよ。うん。そしたらあのアホ、嫁が妊娠して母体の状態が悪いので1ヶ月休みくださいって嘘ついてたのよ。え、そうなの？ええ、だから会社に言っておいた。私は妊娠してないし、夫は浮気旅行ですって。嘘、やばいじゃん。ほんとクズ兄弟ね。あの優しいお母さんから生まれたなんて想像できないくらいに。私どうしたらいいの？誰にも頼れないじゃん。この後に及んでまだ人に頼ろうとするのね。だって一生苦しんでろ、アフォコジュート。待って、謝るから本当にごめんなさい、許してください、助けてください、お姉様。2ヶ月後。紬、落ち着いたか？あ、お兄ちゃん本当にいろいろありがとうね。感謝しかないよ。気にすんなって、紬は俺の大切な妹だ。傷つける奴は許さない。それより、あのコジュートとマモル君はどうなったんだ？アイナはララちゃんの真剣争いに負けたみたいよ。だろうな、ララちゃんもそっちの方が幸せだろ。しかもあの子借金があったみたいで、年金と養育費がなくなってお金返せないって SNS で愚痴ってた。自業自得だろ。しかも噂だけど、ヘルローンっていう金利が化け物級のところでさらに借りたら借金が3倍に膨れ上がったって聞いたよ。マジで？ヘルローンってあのヤバい金融会社だろ。摘発されないのが不思議なくらいだって噂の？そこそこ。あと、あの浮気男はすぐクビになったって。だろうな、クビにならない方がおかしい。それと LINE からゲットした浮気の証拠を突きつけて慰謝料200万請求した。もちろん相手にもね。お、よくやった。それもこれもお兄ちゃんが弁護士の友達紹介してくれたおかげだよ、ありがとう。まあな、可愛い妹を助けるのは兄の役目だ。あ、そういえばお母さんは？昨日もホームに行ってきたよ。家にいた時とは別人なくらい笑顔で喋ってたわ。それもこれも紬のおかげだな。きっとお母さんも喜んでるさ。そうだといいな。ララちゃんのお宅にもこの前連絡したの。その時元気にしてるって言ってたよ。
よかったな。うん、今度4歳の誕生日だからプレゼント送っていいですかって聞いたら、今プリキュアが好きって言ってた。女の子らしいな。紬は最近どうだ？私？実はね、介護士の資格の勉強中。え？お母さんを介護してたらもっと学びたくて、それにお兄ちゃん見てたらさ、なんだか介護っていいなって思ったんだ。そうか、頑張ってるんだな。大変な仕事だけど、紬ならできるよ。ありがとう。じゃあこれから資格の勉強するね。また連絡する。お兄ちゃん、本当にありがとう。おい、妊娠中だからって倉庫掃除サボるなよ。お母さん、お腹が張ってきてるので、続きは明日でもいいですか？ダメに決まってるでしょ。生まれそうならそこで産みな。お願いします。張りが収まったらやりますから。サンダルで来ちゃったので足も冷たくて。言われたことは今日中にある。私は可愛い実の娘と高級寿司行ってくるから。私も早く終わらせて夕飯の買い物に行かなきゃ。だったらさっさとやりなさい。まあ私が鍵閉めて出られないけどね。え、本当だ、開かない。外から鍵かかってるから。困ります、開けてください。寒くて限界なんです。ほんと今日は冷えるわね。今日は暑かにしようかしら。本当に電話します。できるものならやってみなさい。あれ、繋がらない。なんで？SIM カードっていうの？あれ、舞子が抜いてくれたの。いつの間に？あんたがトイレ行ってる間よ。 SIM がないと通話ができません。 Wi-Fi が届くから LINE はできるでしょ。嘘、夫とのトーク履歴も友達リストも全部消えてる。残ってるのは私とのトークだけ。うちの舞子はできる子なのよ。ここまでするなんて。あなたが舞子を差し置いて先に妊娠するのがいけないんでしょ。まさかそれが理由ですか？舞子は結婚して3年も経つのに子供ができないのよ。なのに結婚1年目のあんたが妊娠してどれだけ傷ついたか。そんなこと言われても。舞子もあちらのお姑さんとうまくいかなくて、しょっちゅう実家に帰ってくるのに、その度にあんたの大きなお腹を見せつけられて、本当にかわいそうな子。同居してるのでどうしようもないことかと。そのままそこで産気ついて母子ともにダメになっちゃえばいいのに。なんてこと言うんですか。だってそうでしょ。その方が全部丸く収まるじゃない。俊平さんの子でもあるんですよ。お母さんにとっては初孫じゃないですか。俊平が産むわけじゃないし、やっぱり息子の子よりも娘の子が見たいのよね。そんなにご迷惑でしたら私たち出て行きます。私たち？あんたなんか勘違いしてない？出て行くのは一人でしょ。離婚しろとおっしゃるんですか？そうよ、俊平は家にお金を入れてくれるし、邪魔なのはトドみたいなあんただけ。私は別れたくありません。あんたの気持ちは聞いてない。私が悪かったなら謝ります。ですからここを開けてください。このままじゃ赤ちゃんが心配で。あら、電波が悪いみたい。 LINE が届かないわ。おかしいわね。寿司行くからあとはよろしく。お母さん、お願いします、戻ってきてください。私はほのか、31歳の妊婦です。夫の俊平と結婚したのは1年前。それから子育てもお金がいるんだからと義父母から同居を提案され、初めての妊娠で不安だったこと、私の両親が他界しており頼れないことを考え、軽い気持ちで決断してしまいました。今となっては後悔しかありません。週に4日来る義理の妹は妊娠した途端冷たくなり、私の目の前で生ものを食べたり、コーヒーやお酒をガブ飲みしてわざと見せつけるのです。それでも愛する夫と我が子の誕生を楽しみにしていたのですが、まさか倉庫に閉じ込められるなんて。フリース羽織っただけのサンダル姿で来てしまったことを後悔するも、助けを呼ぶこともできず、私は寒さと絶望で意識がなくなりかけていくのを感じていました。数時間後。母さん、ほのか知らない？そう、今帰ってきたんだけどいないんだ。明かりもついてない。母さんはどこ？舞子とお寿司屋さんに来たの。また舞子来てんのか。あいつ旦那さんほったらかして大丈夫なのかよ。舞子も同居でストレスたまるのよ。ほのか抜きで外食なんて
仲間に入れてやればいいのに。ほら、ほのかさん妊婦で生魚食べられないでしょ。目の前で食べちゃ悪いから。そういうことか、気使わせて悪いな。いいのよ、大事なお嫁さんだもの。それにしてもほのかどこに行ったんだ。電話も通じないし LINE も既読にならないんだよ。出て行ったんじゃない？え？なんかそんなこと言ってたから。本当に？俊平のことが嫌いになったとか、一人で産んで育てたいとか、そんなこと言ってたわよ。嘘だ、ほのかに限ってありえない。ちょうどいいんじゃない？離婚しちゃいなさいよ。もうすぐ子供が生まれるんだぞ。二人で楽しみにしてたのに。妊娠すると情緒が不安定になるの。それは知ってるけど、俺に黙って出ていくなんてとてもじゃないけど信じられない。諦めなさい。そういう薄情な女だって思って。まだ近くにいるかもしれないから探してくる。ほのかには帰る実家もないんだ。ダメダメダメ、ほっときなさいってば。なんで止めるの？出て行きたいって人無理やり連れ戻して何になるの？お互い大人なのよ。意思を尊重してあげなきゃ。そんな簡単な話じゃないんだよ。じゃあ勝手にしなさいよ。どうせ見つかるわけないんだし。今のはどういう意味？いや別に、もう遠くに行ったんじゃないかって意味で言ったの。駅まで行ってみる。今夜は寒いのよ。家で暖かくしてなさい。ほっといてくれ。1時間後。俊平、まだ外を探してるの？もう私と舞子は帰ってきたわよ。お寿司のお土産あるけど、お父さんいらないって言うから、あんた全部食べちゃいなさい。今警察にいるけど。え、何かあったの？しらじらしい。どうしたのよ。なぜほのかを倉庫に閉じ込めた？何の話かしら。ほのかは冷たくなってた。あら、何を喜んでる。いや大変って意味で。母さんのやったことは犯罪だ。ちょっと待って、なんで私がやったことになってるの？ほのかから聞いたからだ。え、生きてるの？ほのかが倉庫をどんどんと叩いてくれなければずっと見つけることができなかったんだぞ。あの子倉庫にいたの？かくれんぼでもしてたのかしら。冗談言ってる場合か。俺が気づかなければ危ないところだったんだ。今病院で検査してる。そっか、無事だったか。まさかほのかを亡き者にしようとしたのか。いや、あわよくばそうなればいいなって願望はあったけど、別に亡き者にしようなんてことは。スマホからもシムは抜かれて、 LINE の連絡先も消したそうだな。それは舞子のアイディアよ。私は機械わからないもの。二人で何やってんだよ。俺の大事な妻と子を危険にさらすなんて絶対に許さない。お嫁さんならこの世の中に山ほどいるんだし、子供だってまた作ればいいじゃない。はあ？正直言うとね、私あの嫁好きじゃないのよ。なんかおとなしくて不気味でしょ。負のオーラをまとってるというか。ほのかは二人の時はよく笑うんだ。母さんがほのかの笑顔を封じ込めただけだろ。私のせいにしないでよ。そんなことより、あの嫁は忘れてもっと明るい子にしましょう。お母さん探してあげるから。ふざけるな、俺たちは出ていく。なんでよ。息子の幸せを願うどころか邪魔する親なんて縁を切るしかないだろ。毎月入れてくれた10万の生活費はどうなるのよ。別々に住むなら払う理由がない。困るわ。なんでだよ。父さんと二人で暮らすなら年金があれば十分だろ。父さんに内緒にしてる借金があるの。何やってんだよ。お友達に優雅な老後を送ってるって思われたくて、お金借りてたらどんどん膨らんじゃって。俺らが払ってた10万で返済してたってこと？そう。老後のために貯金しておくわねとか言ってたじゃないか。そのつもりだったんだけど。見栄張るのは勝手だけど、今後10万はなくなるからな。自分でどうにかしろよ。そんなこと言わないで。あの嫁で我慢するから、このまま家にいてちょうだい。嫁をいびる母親なんかと一緒に暮らせるか。もうしないから。その前に母さん自身がその家にいられるかわからないけどな。どうして？俺警察にいるって言ったろ。今から被害届出すよ。何の被害よ。私俊平に何かした？俺じゃねえよ。ほのかを閉じ込めただろ。監禁罪っていう犯罪なんだよ。そんな大げさなものじゃないわ。ちょっと鍵かけて放置しただけじゃないの。騒ぎ立てないでよ。命の危険にさらしたんだぞ。大変なことをしてしまったと自覚することもできないのか。
生きてるんでしょ。だったら罪にならないわよね。何言っても無駄だな。話が通じない。こんなんが自分の親だと思ったら泣けてくるよ。俊平はお母さんが警察に捕まってもいいの？親だろうが友達だろうが悪いことをしたら償うべきだと思ってる。お母さんは寒いところが苦手なのよ。こんな年だし刑務所なんか入ったらかわいそうだと思わない？じゃあほのかはどうなる？真っ暗な極寒の倉庫で何時間も誰とも連絡が取れず、どれだけ怖かったか考えてみたか？いずれ出すつもりだったの。嘘つけ。家に帰ってきたのにリビングでくつろいでるんだろ。あと少し遅かったら亡くなってたかもしれないんだ。それは悪かったけど。父さんも今警察署に来た。え、今日は町内の飲み会だったはず。こんな時に飲んでられるか。お父さん、警察はやめろって言ってるでしょ。私が捕まれば世間体が悪いわ。今すぐ帰ってきなさい。黙れ。これ以上喋るな。俊平、そんなに怒らないでよ。俺が何に怒ってるかってな、あんたがほのかへの謝罪を一言も言わないことだよ。なんだそのことか。謝ればいいのね。ごめんなさい。俺に言ってどうなる。え、今から病院に行けって言うの？タクシー代もったいないわ。もういい。どういうこと？自首しろ。いやよ、これはただの嫁姑問題なの。警察の出る幕じゃない。黙ってそこでパトカーが来るの待ってろ。パトカーなんかよこさないで。ご近所さんに見られたくない。近所に隠したって無駄だ。そのうちニュースになってあんたの名前がデカデカと出る。私が容疑者？絶対に嫌。父さんも離婚するって言ってるから冗談じゃないわよ。仕事もしてない私を捨てるなんてありえない。犯罪者だから捨てるんだ。いい加減認めて反省しろよ。あんたの子に生まれたことを俺に後悔させないでくれ。俊平、舞子も罪になるぞ。共犯だからな。どちらかといえば舞子が悪いことにならないかしら。は？SIM カードを抜いたり履歴消したのはあの子だし、倉庫の鍵だってあの子が持ってるのよ。今度は娘に罪をなすりつけるのか。舞子がいなければこんなことやってないもの。最低という言葉以外思い浮かばない。ほら、お寿司あるって言ったでしょ。すぐ帰ってきて食べましょう。母さん。何？この世に産んでくれたことは感謝している。おかげでほのかに会えたから。感謝する気持ちがあるなら。ただこれ以上この世に存在してて欲しくない。なんてことを言うの。俺にはあんたを消す根性も覚悟もない。だからせめて刑務所にぶち込む。監禁罪には罰金刑はないんだ。俊平お願い、お母さんを見捨てないで。俺はあんたみたいな毒から新しい家族を守らなきゃならない。いやよ、ちょっと閉じ込めただけよ。嫁は生きてるのよ。よく考えて。同じ言い訳を警察でしろ。許されるはずがないから。その時に現実を思い知る。ごめんなさい、嫁にも謝るから許して。後日談。僕は実の母親と妹を牢屋にぶち込みました。被害届を書く手は震え、警察官の方と話す時も不思議なことに涙が止まりませんでした。子供の頃はそれなりに優しい母で、今でも運動会の豪華なお弁当や夜中のトイレについてきてくれたことが忘れられません。妹とも近くの川でよく遊んだものです。いつから二人は話も通じないほど毒にまみれてしまったのか、考えれば考えるほど悲しくなるばかりです。ほのかは母を恐れており、僕も生まれてくる子も今後一生会うことはないでしょう。それほどの罪を犯した。そのことを塀の中で改めて反省していてほしいと切に願っています。パパがいない。どうしたの？パパとハイキングだったよね。パパどっか行った。今どこ？わからない、山の中。嘘でしょ。パパに電話するから少し待ってて。うん。繋がらないわ。お腹すいた。ママお弁当作ったよね。食べてないの？パパが持ってる。ありえない。葵、落ち着いてね。どっかに座って待ってて。ママ来る？
ママが行くと時間がかかるから警察に電話するよ。うん。大丈夫だよ。まだ明るいし、すぐにお迎えが来るからね。怖い。ほら、虫さんとか綺麗なお花とか見つけてごらん。虫さんいる。スマホの電池まだたくさんある？あまりない。だったら電話はやめて LINE も少しだけね。わかった。葵、強いね。偉いよ。もう少しで会えるからね。頑張る。もう少しだけ頑張ろう。うん。そこから何か見えるかな？あ、木だけ。そっか、道はある？うん、ない。山に入ってからたくさん歩いた？うん、あんまり歩いてない。わかった、すぐに行くからね。もう少しだよ。早く来て。うん、すぐ行くね。夫が娘を連れて出かけたのが朝の9時頃。家から1時間ほどの場所にある山へハイキングに行くといい、出かけていきました。休みの日にはダラダラしている夫が珍しいなとは思いましたが、たまには父親らしいこともしたいのだろうと深く考えなかった私のせいです。私はかな子、37歳です。同い年の夫と結婚して8年目。どの夫婦にもあるような悩みや愚痴は適度にあり、こんなもんだろうと割り切って生活していました。ただ夫がここまで無責任な男だとは想像すらしていませんでした。私はすぐに警察に電話。直ちに捜索に向かうと言っていただき、私も現地へ急ぎました。娘は無事保護され、ほっとしたのもつかの間、肝心の夫が見つかりません。そしてこの日から1年もの年月が過ぎても、夫は行方不明のままだったのです。1年後。息子が行方不明になって1年ね。はい。どこにいるのか、お母さんにも全く連絡ないですか？ないわよ。たく、あんたなんかと結婚したばかりに息子を失う羽目になったじゃない。私だって突然夫を失って混乱してるんです。あんたのせいなんだから責任取って離婚しなさい。なぜ私のせいなんですか？あんたのことが嫌で逃げ出したに決まってるでしょ。まだ失踪なのか事故なのか事件なのかすら分かってないのに決めつけないでください。私は親だから分かるの。嫁に愛想を尽かして新一は消えたのよ。それならそう言ってくれたら済む話なのに、わざわざ葵を山に置き去りにしてまで行方をくらますなんて。私、あの時のことはまだ許してませんから。のっぴきならない事情があったに決まってるでしょう。新一があんな無責任なことするわけがないんだから。でもあれ以来葵は一人でトイレにも行けなくなりました。せめてどうしてあんなことになったのか知りたいんです。終わったことを蒸し返して何になるの。離婚届にサインしてさっさと出してくるのよ。納得のいかない状態でサインすることなんてできません。新一がサインした離婚届があるんでしょ。そうなんです。それが不思議なんです。なぜこんなものを用意してたのか。私にも愚痴ってたわ。嫁選びに失敗したってね。前から離婚したかったのよ。お母さんに言わずに私に言えばいいのに。あなた気が強いから優しい新一は怖かったんじゃない？でも夫婦のことは私たちで話し合って決めないと。うだうだうるさいわね。もうあの日から1年経つのよ。あんたもいつまでも帰ってこない男のことなんて待ってられないでしょう。私たちに愛情がなくなったならそれで構いません。ただ私はあの日のことを新一さんに確認したいんです。そして葵に怖い思いをさせたことを謝ってほしいんです。くだらないことにこだわってる暇があるならさっさとその家を出て行きなさい。そこは新一の名義の家でしょ。あの人が帰ってきてそう言うなら出て行きます。何年経とうと私は待ちますから。なんて強情な嫁なのかしら。話にならないわ。1年待ったんです。2年も3年も変わりません。あんたには早くうちの戸籍から抜けてほしいの。戸籍なんて頻繁に見るもんじゃないし、そんなに関係あります？私は気になるの。新一さんが見つかってからです。それまではここを一歩も動きません。これは私の意地です。ああ、鬱陶しい女。もう勝手にしろ。はい、そうさせていただきます。1ヶ月後。場所が分かったので特殊機動隊を向かわせますね。は？新一さんの居場所ですよ。え、どうして？あれ、喜ばないんですか？可愛い息子たんが見つかったっていうのに。
いや、そりゃ嬉しいけど、1年以上も見つからなかったのにどうやって見つけたのかと思って。だからさっき言ったでしょ、特殊機動隊って。なんなのそれ。まあ正確に言うと機動隊ではありませんが、警察官の兄が探してくれました。え、あなたお兄さんなんかいたの？よほど私に興味がないんですね。結婚式にも顔合わせにもいましたけど。はあ、そういえば兄が新一の新居を突き止めて、今非番の同期を数名引き連れてマンションの前で待機しています。あそこが見つかるなんて。あれ、まさか知ってたんですか？いや、知るわけないでしょ。見つかってよかったわ。場所はどこなの？私もすぐ行くわ。どうせ新一逃げなさいとか LINE 送ってるんでしょ。え、お母さんがそのマンションに数回出入りしているのも確認済みなので、知らないふりしなくていいですよ。いつから知ってたのよ？2週間前です。はっそ、だから何？はい、私もつい2週間前に新一から連絡が来ただけよ。やっと居場所が決まったからって新しいマンションに呼ばれたの。へえ。お隣さんは1年前から新一やお母さんの姿を見かけてるんですけど、おかしいですね。お隣さんにまでご迷惑おかけしたの？バカじゃないの？お隣さんいい人でしたよ。おしゃべり大好きなマダムで、聞いてもないのにいろいろ教えてくれました。新一には奥さんがいるそうですね。え、あれ、おかしいな。私が奥さんのはずなんだけどな。それはお隣さんの見間違いじゃないかしら。何度もご挨拶してるのに見間違えますかね。バレたなら仕方ないわね。グルだったんですね。味方とは思ってませんでしたが、まさか敵だったとは。新一が失踪すれば、あんたが諦めて離婚届に判を押すと思ったの。そんな回りくどいことせずに離婚してくれって言えばすんなり応じたのに。そうなの？だって娘を置き去りにするようなろくでなしですよ。こっちから願い下げなんですけど。じゃあさっさと離婚届を書けばよかったじゃないの。言ったでしょ、文句の一言でも言わないと気が済まないって。なんて女。葵への謝罪も必ずさせますから。わかったわよ、謝ればいいんでしょ。そんなことで済むならさっさとさせておけばよかった。本当ですよ。新しい奥さんは私のパート先の社長のお嬢さんなの。すごく優しくて可愛らしくていい子なのよ。あんたとは大違い。へえ、確かに見た目はおっとりでホストにはまってそうには見えませんよね。何の話よ、あの子がホストなんて行くわけないじゃない。え、知らないんですか？ホスト界隈じゃ有名人らしいですよ。親の金で遊びまくってて、札束でホストの頬を叩くのが趣味とか。嘘よ。どうせ社長令嬢だからって資産でも当てにしてたんでしょうけど、ほとんどお金持ってないんじゃないですかね。あの使い方だと残ってなさそう。まるで見てきたような言い方ね。探偵もつけたので。そこまでするなんて、そんなに新一に未練があるの？いいえ、あいつを刑務所にぶち込みたくて、その執念だけでこの1年動いてました。なんであの子が捕まるのよ。葵ちゃんは無事だったんだし、別に悪いことしてないじゃない。保護責任者遺棄ですよ。何それ。保護の必要な子を危険な場所に放置してはいけないよって法律があるんです。すぐに見つかったんだから問題ないでしょ。それは結果論ですよね。もしあの時葵が誰かに連れ去られたり谷底に落ちたりしてたら、そんな危険を考慮して大人は子供を守らなくてはいけないんです。そんな。新一さん仕事してるみたいですけど、偽名で働いてますよね。警察にバレるのを恐れたんでしょ。自分が犯罪者だって自覚あったんじゃないですかね。そこまでは知らないけど。勤め先にも連絡しておきました。犯罪者は雇わない方がいいですよって。何の恨みがあるのよ。恨みだらけですけど、この1年一人で家のローン払って子育てして働いて、どれだけ苦労したと思ってるんですか。あんたに女としての魅力がないからこうなったんでしょ。新一を逆恨みしないでちょうだい。はいはい、私が悪いございます。だったら文句言わずに黙ってなさい。そういうわけにはいきません。やるべきことはやるし、いただけるものはしっかりいただきます。何よそれ。慰謝料です。は？
だって新一さん浮気してたんでしょ。それは私たちまだ夫婦ですから。もういいじゃない、愛情は冷めきってたんでしょ。いえいえ、そういう問題じゃないんで。相手の親御さんには新一が既婚者だってこと知られてないのよ。大事になったら困るの。二人して社長の娘に取り入っていい生活しようと目論んでたんでしょうけど、失敗に終わりましたね。あんたが黙って身を引いてくれたら何も問題ないわ。ごちゃごちゃ言ってますけど、もう遅いですよ。先方の親御さんにはすでに連絡済みなので。私たちの幸せの邪魔ばかりしやがって。私と葵がこの一年どんな思いで暮らしてきたと思ってるんですか。どんな手使っても幸せになんかさせませんから。あーもう。そこそこの年金でそこそこの暮らしをしてください。人の金でいい夢見ようなんて思うから罰が当たるんですよ。許せない。絶対に仕返ししてやるから覚えてなさい。後日談。その後新一は兄の手によって逮捕されました。犯罪者の男はいらないと社長令嬢は家を出て行き、実家でぬくぬく暮らしながらホスト通いをしていたところに私からの慰謝料請求が届き、潔癖なご両親が大激怒。習い事の費用としてもらっていたお金がホスト遊びに消えていたことがバレて家を追い出されたそうです。義母は社長の財産を当てにして豪遊していたようで、借金を抱えており、返済のめどが立たなくなった今、ファミレスでパートをしているようです。新一の面会に一度だけ行きました。葵を嫌いで置いていったわけじゃないことと謝罪の言葉を書いた手紙を書かせ、葵はそれを読んで安心してくれたので本当に良かったです。葵も一人でトイレに行けるようになりました。父親とは離婚しましたが、その分頑張って娘に寂しい思いをさせないようにします。お前みたいな陰キャにうちの式場使わせねえから。え、誰？俺だよ俺。怖い、ブロック。高3の時のクラスメート山本俊二。山本くん、最近のオレオレ詐欺は LINE なのかと。そんなわけねえだろ。てか名前で分かれや。あなたの名前覚えてなかった。同級生の名前忘れるとか失礼なやつだな。ごめん。でもどうして私の LINE 知ってるの。高校時代のグループ LINE から友達追加した。なるほど。あなたのことは嫌いだからやっぱりブロック。おい。何？陰キャのくせに陽キャの俺が嫌いとはなんだ。そういうところが嫌なの。結婚するからって調子に乗ってんじゃねえぞ。結婚？私が？俺が働いてる式場の明日の来場予約にお前の名前があった。え？ロミジュリーブライダルで働いてるの？おうよ。大学卒業後ずっと東京の店舗で働いてた。超ベテランだぞ。全然知らなかった。その店舗にはいつから？今日からだ。この店舗の前任者が怪我で長期休職になったから急遽な。それで明日の予約に私の名前があるのを見てわざわざ連絡をよこしたと。お前みたいなチンチクリンがこんな豪華な式場で挙式とか恥ずかしくねえの？いや。いやってマジか。自分のことお姫様かなんかと勘違いしてんじゃねえだろうな。そんなこと思ってないけど。だよな。お前どう見ても黒豚だし。高校時代からそうやって私のことからかってたね。嫉妬も変わってない。お前が黒くてぶっとい足してんのが悪いんだろ。サッカー部だったんだから日焼けもするし、足だって筋肉で太くなるよ。他のサッカー部の女子は気にならなかったけど、お前はブスで陰キャだったからキモさが増してたんだろうな。ほんと最低。黒豚ブスの陰キャとかマジ救いようねえわ。さっきから私のこと陰キャ陰キャってうるさいけど、割と活発な方だったよ。は？クラス委員とか文化祭の実行委員とかいろいろとやってたし。どっちの委員会もまさに押し付けられた陰キャがやる仕事だっつの。何その勝手な思い込み。しかしまさかお前と結婚する物好きがいるなんてな。そのことだけど勘違いしてるよ。え、何？イケメンと結婚してるとかいう気か？そんなのありえねえから。そうじゃなくて、見るも無残な汚ねえおっさんと結婚するんだろうな。失礼にも程がある。いや事実だからって苛立つなよ。全く違うから苛立ってるの。
どんだけブヒブヒ泣いてもうちの式場には入れねえぞ。どうしてこうも話が通じないのよ。豚だから人間様の言葉は難しいのかな。うん、ほんとムカつく。豚は豚らしく家畜小屋で挙式でもしてろ。私はさゆき、29歳です。同級生の山本くんのことは LINE が来るまで頭の片隅にもありませんでしたが、連絡が来た途端嫌な記憶がいろいろと蘇りました。私を黒豚と呼ぶ以外にもスカートめくりの常習犯で、私の机には金の玉の落書き、わざと足を引っ掛けて転ばそうとしたり、お前の母ちゃんでべそと指差しで言われるなど、どれもこれも小学生かよと思うような幼稚な嫌がらせばかりで、スルーしつつもずっとイライラしていました。正直言って彼のことは大嫌いです。そのため彼のいる式場に行くのも憂鬱で仕方がなかったのですが、大事な打ち合わせなので行かないわけにもいかず、彼は勘違いであんなことを言っていましたが、実際に行って話せばきっと誤解も解けるだろうと思っていました。式場に着くその時までは。翌日、あんだけ言ったのにのこのこ来るとかバカかよ。あなたこそアホな LINE してる暇があったら仕事したら。は？何様のつもりだお前。私が何様かは置いといて、門が閉まってるから開けてほしいんだけど。開けるわけねえだろブース。え？お前が歩いてんのが見えたから俺が閉めたんだよ。まさか見張ってたの？1時間前から張ってた。マジで仕事しろよ。予約時間の15分も前に来るなんて時間も守れねえのかっての。それは時間に遅れた人に言うセリフでしょ。予定ってのは時間ぴったりに来るのが常識だろ。そんなの聞いたことない。お前それでも社会人か？もっと社会のルールを身につけた方がいいぞ。ブーメランが過ぎる。一般常識のかけらもないお前はなおさらうちの式場には入れらんねえな。まさか昨日のことを本気で言ってたの？当たり前だろ。新幹線とバス乗り継いで3時間もかけてここまで来たんだけど。マジかよ。金と時間の無駄遣いオツです。無駄にしたくないから打ち合わせさせてくれないかな。だからここはお前が挙式するようなところじゃないんだよ。だから勘違いしてるんだって。またその言葉か。昨日と同じやり取りさせんな。その言葉そっくりそのまま返すよ。いいか、よく聞け。ここは俺みたいな高貴な人間が働く場所だ。あなたには微塵も高貴さなんてないと思うけど。それがわからない時点でアウト。この門をくぐれるのは俺が認めた高貴なカップルだけだ。あなたの会社はそんな身勝手を許してるの？ここは俺の叔父が経営してる式場だぞ。そういえば経営者の名字も山本だったな。叔父夫婦には子供がいないから、いずれは俺が継いで社長になる。おじさんからそう言われてるの？直接言われてはないけど、俺は優秀だからな。疑う余地はねえだろ。あんまり自分を過大評価しない方がいいと思うけど。過大評価じゃない。次期社長の俺は何でも自由に決められるんだよ。なんて勝手な。権力者である俺の判断でお前にここは使わせない。でも。なんだ、まだ居座るってのか。ちょっとくらい話を聞いてくれない？お前の家畜臭のせいで他の客が来なくなったら損害賠償を請求するぞ。何それ。帰れ帰れ、さっさと帰れ。冷たい。何すんの？邪魔見ろ。突然出てきてバケツいっぱいの泥水をぶちまけて逃げるなんて信じらんない。魔よけだよ、魔よけ。は？ちなみにそれ、式場で使い古した油もたっぷり混ざってるから、洗っても汚れ落ちねえぞ。嘘。着替えも持ってないし、今日は今年一番の寒さなのに。足にたらふく脂肪蓄えてんだから寒くねえだろ。寒いに決まってるでしょ。風邪ひく。うわ、黒豚陰キャブスが病原菌を振りまくとか勘弁しろ、シッシー。もういい、帰る。やっとか。最初からさっさと諦めてりゃ水に濡れずに済んだのにな。こんなことしてこの先どうなっても知らないから。そりゃこっちのセリフだ。凍えて道に転がってても助けてやんねえぞ。1週間後、
おいおいおい、また予約入ってんぞ。改めて予約したからね。お前はお呼びじゃねえって言ったよな。マジで人間の言葉が理解できねえの？まだそんなこと言ってるんだ。何回でも言ってやる。お前はここにふさわしくないから入る資格はねえの。それなら私を入れてくれる会社にその式場を貸すね。は？私その建物の所有者なの。そんなに嫌なら契約解除ね。何バカなこと言ってんだ。この式場は俺のおじが経営してんだぞ。賃貸契約を結んであなたのおじさんの会社にお貸ししてるのよ。そんな嘘までついて入れてほしいのかよ。まあどうせ信じないと思ったけど。もっとマシな嘘つけっての。どこかに登記事項証明書とかないの？なんだそれ。特定の不動産の所有者や建物の所在、規模なんかが記載された書面よ。そういう書類なら事務所の金庫にあるはずだけど。私の名前が載ってるから確認してみて。今ちょうど事務所にいるけど、お前に言われてみるのは尺だから見ません。は？お前の嘘が露呈するだけだし。見ろ。え？いいからさっさと見ろ。あ、はい。どう？あった？ありました。知らぬいさゆきって書いてあります。それは誰の名前？たまたまお前と同姓同名のやつかも。知らぬいなんて珍しい名字がそうそういると思ってんのか？言えません。ようやく分かったようね、このふぬけ。ってことはどういうこと？そこは20年前まで祖父が経営していた会社の式場だったの。え？祖父母が会社を畳んでからは賃貸として貸してるのよ。全然知らなかった。5年前に祖父が亡くなって、私の両親も10年前に事故で亡くなってるから私が相続したってわけ。じゃあ1週間前にお前がここに来たのは？式場の見学じゃなくて賃貸契約の更新よ。だからお前だけ別の来場名簿に名前があったのか。きちんと別記載されてたのに勘違いするなんてバカすぎ。移動してきたばっかなんだから仕方ないだろ。だとしても土地契約の更新なんて大切なこと事前に聞いてるもんじゃない？そういえば前任者からそんな話を聞いてたような、いないような。あんたマジで仕事してないね。うるさい。俺は将来の社長だからドーンと構えてればいいんだ。ああ、なるほど、そういうことか。すっごい。そうだろう、すごいだろう。ま、あんたが社長になる日なんて一生来ないけどね。え？今回のことを社長に話したらあんたはクビだって。はあ？あんた元いた店舗でもかなり不真面目で注意されまくりだったそうね。将来の社長である俺様に雑用を押し付ける方が悪い。あんたが使えなさすぎて他にできることがなかっただけでしょ。なんだと？社長言ってたわよ。あんたは親戚の情けで雇ってるだけで次期社長なんてもってのほかだって。そんなわけあるか。俺は社長直々にこの式場の責任者に指名されたんだ。あんたのご両親が社長に頼み込んだそうよ。両親が？責任者になれば息子の意識は変わるはずだ、チャンスをやってくれって土下座の勢いで。なんだよそれ。そのチャンスを台無しにしたあんたは問答無用でクビ。ふざけんな、不当解雇だ。そう思うなら裁判でも起こせば。絶対勝てっこないけど。そんな。あ、それと私の方からは暴行罪で被害届を出したから。なんで？私に泥水ぶっかけたでしょ。あれくらいで暴行罪？あの後発熱して3日も寝込んだのよ。式場の監視カメラに映像が残ってて、よかったわ。いつの間にそんなもの。そんなわけであんたは首からの刑務所に行こうよ。お前が最初来た時に契約更新だって言ってたらこんなことにはならなかった。人の話を聞かずに水ぶっかけといてよく言うわ。ダメになったコートの損害賠償も請求するから。は？俺に弁償させる気か？当たり前でしょ。あのコート50万もしたんだから。50万？誕生日に自分へのご褒美でいいものを買ったの。そんなもん着てくるなよ。クビになって無一文になってもきっちり支払ってね。
ちょっとした勘違いだったんだ。謝るから被害届は取り下げて賃貸契約の更新もしてくれ。いやよ。やってくれたら俺がお前にゴージャスな式を計画するから。私結婚の予定ないし、あんたの企画した式とか金払ってでも辞退するわ。なら俺と結婚しよう。は？実は俺高校の時からお前のことを可愛いと思ってたんだよ。今まで散々嫌がらせしといて何言ってんの？それはあれだよ、男子が好きな女子にちょっかい出しちゃうやつ。あんたほんと小学生で脳の成長止まってんな。そんなこと言うなよ。今までのわだかまりは水に流して二人で人生を共にしよう。絶対に嫌。俺とお前が結婚すればおじも許してくれるし、お前も次期社長の嫁になれるし、万々歳だろ。嫌だって言ってんでしょ。照れんなって。本当は俺と結婚できるなんて夢見たいいと思ってるくせに。ああもうダメだわ。相手にするだけ時間の無駄。俺たち最高の夫婦になるぞ。うんこちんちん。え？うんこちんちん。なんだバグか。うんこちんちん。おいわざとやってんのか。うんこちんちん。それやめろ。結婚してくれないと困るんだ。人助けだと思って頼む。うんこちんちん。前科持ちの無職なんてやだ。お願いだからなんとか言ってくれよ。後日談。前にネットでうざい男にはうんこちんちんで返すといいというのを読んで試してみましたが、効果てきめんでした。彼はこの後すぐクビになり暴行罪で逮捕。私は汚されたコートの損害賠償を請求しました。両親からも感動された惨めな男はその後は再就職先もなく、バイトを掛け持ちしながら安アパートで豚麺をすすり寂しい生活をしてるそうです。式場に関しては問題の彼がいなくなったことと、後任の担当の方がとても礼儀正しい方だったので契約を更新することにしました。私の方もあんなうざいやつのことはとっとと忘れ去って平和に暮らしていきます。旦那、あんたのこと捨てるってよ。は？かわいそうな奥様。5年も結婚してたのに、ある日突然ゴミのように捨てられちゃうなんて、ひみこなら耐えられない。あんた誰？トシ君、ハニーでーす。夫はこんなパーチクリンのどこがいいのかしら。プ、負け惜しみってやつですか？いやいや、トシキもくだらない女に手を出したもんだと思ってさ。トシ君とは半年前に運命の出会いをしたの。へぇ。トシ君がハンカチを落として拾ってあげた時に、手が触れ合って目と目があったの。へえ。頭に雷が落ちたかと思ったわ。へえ。ちょっと聞いてんの？ LINE だから見てるだね。ちなみに見てるよ、鼻ほじりながら。ちょ、私とトシ君の神聖な思い出をあんたの鼻くそで汚さないでよ。で、何なの？思い出話とか聞かされても退屈なんだけど。さっさと離婚してもらうわ。なんで？私がトシ君と結婚するからに決まってるでしょ。なんで？好きだからよ。なんで？は？好きに理由がある？あ、ごめん、面倒だからコピペしてたわ。ねえ、あなた大丈夫？夫を奪われるのよ。なんでそんなに余裕なの？それともショックでおかしくなっちゃった？男なんてこんなもんでしょ。浮気してない方が珍しいんじゃないの？本気で言ってるの？最後に私の元へ戻ってくるなら別にいいし、こなしの女のところになんか戻ってこないわよ、永遠にね。それならそれでいいけど寂しくなるわね。子供も産めなかったあんたはまさに一人ぼっち。女としての価値もゼロ。再婚するにも不妊だからもらい手もなし。人生積んだね。よくもまあ次から次へと悪態をつくこと。トシ君もなんでこんな女と結婚したの？話した感じだと明らかに物騒だしおっさんくさいし。褒められると照れるな。褒めてないんだけど。私は読者モデルもやったことあるって言えば顔の想像がつくかしら。メスゴリラ？こら、毒もがゴリラに務まるわけないでしょ。何言ってんのよ。失礼しちゃう。なんていう雑誌？バックナンバー取り寄せて鍋敷きにしたい。いい加減ふざけるのもやめなさいよ。何なのよ。もっと悔しがって泣き叫ぶと思ったのに。そのために奪ったの？違うわよ。
でもどうせ奪うなら優越感に浸りたかったじゃない。でいくらくれるの。慰謝料のことね。それなら用意してるわよ。さすが浮気女。5万円でどうかしら。妥当なところだと思うけど。どういう計算。1年で1万で5万。わかりやすい。じゃあ一旦それでお願いします。金に汚い女。この金であんたの方を引っ叩いてやりたいわ。それはもっと大金でやるものだよ。いいから早く離婚して。新居決めたり結婚式の準備もあるんだから。あいよー。精一杯の強がりでした。あの女にできることといえば泣き言を言わないくらいしか私には思いつかなかったのです。私はマイカ、32歳です。5年間子供はできませんでした。不妊治療も頑張ったのですが、トシキが離れていった原因はこのせいかなとも思ったりします。帰りが遅くなったり土日に出かけたりと兆候はありました。でも怖くて聞けなかった。聞けば離婚になる。それが怖くて細い糸に私がすがりついていたのです。でもあの女は私が不妊だと嘲笑った。自分が思うのはいいけど人に言われると傷をえぐられるように痛むのです。絶対許さない。とりあえず私はひとまず5万円で離婚に応じました。私の計画がもしうまくいったら次はあの女が泣き叫ぶことでしょう。1年後。久しぶり。もう仕事終わった？マイカ、1年ぶりだね。いきなりどうしたの？なんか怖いんだけど。何ビビってるのよ。もう全然怒ってないよ。だって俺君のことを裏切ったし。幸せにやってるかなって気になっただけ。別れたとはいえ好きな人が幸せにしてるか気になるじゃない。あ、ごめん。迷惑だったよね。未だに大好きだなんて。マイカ。でどうなのよ、彼女とはうまくやってるの。それがさ、結婚式の準備で揉めてて、まだ式も挙げてないし席も入れてないんだ。なんで揉めてるの。決まってた式場があるんだけど、卑弥呼の友達がもっとランクの高いところでやることになって、負けたくないってことでまた式場探しから始まってって感じで永遠に終わらないんだ。そっか。私だったらトシキと式が挙げられるならどこでも嬉しいけどな。はあ、やっぱりマイカみたいな性格の方が俺には合ってるよ。やだ、そんなこと言われたら嬉しくて飛び跳ねちゃう。怒らないの。これかなり無神経で勝手なこと言ってるよ。怒るわけないでしょ。それに弱音くらい吐きたくなるよね。私でよかったらいくらでも聞いてあげるよ。なんかしみる。毎日言い合いばかりして俺疲れちゃったよ。うんうん、辛いよね。よく頑張ったね。飲みくらいならいつでも付き合うから愚痴っていいんだよ。本当にいいの。もちろん。私も会えたら嬉しいし。わがまま言っていい。いいよ。何。マイカの作ったエビの春巻き食べたいんだけど。トシキあれ好きだよね。ビールに合うんだよな。卑弥呼に作ってくれって頼んでもそんなの見たことも食べたこともないから無理って言われちゃってさ。あんなのでよければいくらでも作ってあげるよ。ビールも冷やしとくから。うち来る。やった、あの春巻きが食える。子供みたいにはしゃいじゃって。トシキのそういうところかわいいな。俺もマイカの頼りがいがあって甘えさせてくれるところやっぱり好きだな。こらこら、婚約者がいる身でしょ。食事をご馳走するだけだからね。分かってるよ。じゃあ週末はどう。絶対行く。うん、美味しいエビ買って待ってるね。3ヶ月後。うちの旦那が大好きな浮気相手様ですか。は？旦那、あんたのこと捨てるってよ。旦那。あ、ごめん、私の元旦那だった。でも近々本当の旦那になっちゃうかも。何言ってんの。かわいそうな婚約者さん。1年も婚約してたのにある日突然ゴミのように捨てられちゃうなんて。マイコなら耐えられない。あんたまさか捨てられた元嫁。そうです、1年前のあなたの文章を使い回してみました。捨てられて暇すぎて私に構ってほしいの。いいわよ、遊んであげる。ボール投げるから加えて持ってきな。余裕ぶっこいてる場合。
あんたの大事なトシ君が毎晩うちに入り浸ってるけど。はぁ、ごめんね、胃袋がっちり掴んじゃった。なんかさ、フィアンセのご飯がゲロまずなんだって。トシ君かわいそう。嘘だよね、元嫁のとこに通ってるなんて。ほんとだよ、昨日はワイン飲みながら映画2本も見たんだ。後半は疲れて私の膝の上で寝ちゃったけど、写真見る？ババアの妄想もここまで来ると笑えないわね。私が嘘つく理由がないでしょ。あんたなんか信用できない、トシ君呼ぶから。どういうこと？なんでマイカとキミコが喋ってんだよ。トシ君、この女が毎晩家に行ってるとか虚言吐くんだけど、嘘だよね。え？嘘だよね。ごめん。は？ほらね、言ったでしょ。なんでよ、私は式の準備で駆けずり回ってるのに、なんで裏切るようなことするの。プライドのためだけにやる結婚式についていけないんだって。あんたに聞いてない。マイカの言う通りだ、もう疲れたんだよ。何それ、誰に負けたとか、あの子は豪華だったとか、そういうのうんざりなんだ。そんな、私はただいい時期をあげたくて。私がたっぷりの愛情で包んで、あなたのせいで疲れたトシ君を癒してあげてたのよ。あんた黙ってろ。おー、怖。あんたらやったの？やだ、そんなこと聞かないで。俺は覚えてない、いつも気分良くなって寝ちゃうから。私の膝の上って安眠効果抜群みたい。許せない。ひみこ、すまない。俺はマイカとやり直したい。一緒にいると癒されるんだ。マイカの温かさに包まれて幸せな気持ちになれるんだよ。何よそれ、私のこと可愛いって見てるだけで幸せだって言ってたじゃない。すまない。浮気するような男なんていらない。結婚式あげる前で本当よかったわ、このクズ。何と言われても仕方ないよ。それと略奪女、あたす？あんた分かってるよね、婚約中だろうと人のものに手を出したら慰謝料が発生するってこと。知ってるわ、もう準備してあるの。さっさと振り込みなさい。1万でいいよね。バカにしてんの？慰謝料の相場調べてから出直してきなさいよ。いやいや、あなたの理論でいくと1年1万なんでしょ。それで私5万しかもらってないんだから。あれ、そうだっけ。そうよ、だから1万円でよければ払ってあげるけど。そんな小銭いるか。その浮気男もくれてやるわ。どうせまた浮気されて泣くことになるんだから。俺はもう二度と大切な人を裏切ったりしない。だからマイカ、戻っていいよな。こんなに君を愛してるってことにやっと気づいたんだ。あ、いらないっす。え？無理っす。何言ってるんだ、この3ヶ月毎日愛を育んでたじゃないか。餌やりのこと？餌？あんたの好きなもの作って優しい言葉かけて完全に私の方を向かせて、卑弥呼を切った瞬間にやめるつもりだったから。はい、終了です、お疲れ様でした。おい、冗談じゃないぞ。俺のこの気持ちはどうなるんだよ。じゃあ、あなたにいきなり捨てられたあの時の私の気持ちはどうだったかわかるわけ？それはさ、何度も謝ったじゃないか。謝れば済むのね。じゃあ私も謝るわ。ごめんね、ごめんね。ふざけないで話をしよう。俺は君とよりを戻して一生かけて幸せにすると決めた。勝手に決められましても。バカバカしい、勝手にやって、私出るわ。マイカ、やっと二人きりになったよ。もう強がることはない。いや、マジだから。それと名前呼ぶな、キショイ。嘘だろ。それよりあの女呼び戻す、まだ話終わってないんだわ。なんなのよ、勝手にやってろって言ったよね。話は終わってないのよ。あんた私に5万しか払わなかったけど、あと195万ほど足りないから。は？何言ってんだこいつ。浮気の慰謝料よ。それで言うな、あんただって浮気したでしょ。お互い様でゼロってことでいいじゃない。悪いけど私とトシキに体の関係はない。マジなの？誰がするか、こんな裏切り騎士男と。膝枕した部分もジンマシン出て薬塗ったのに。ひどい。よって、払うのはあんたら二人だけ。え、俺も？当たり前でしょ。私は最初から自分の気持ちが落ち着いたらまとめて請求しようと決めてたの。お待たせしてごめんなさいね。冗談じゃない、払わないわ。俺も払いたくはないな。何が愛してるよ、嘘っぱち野郎。まあいいわ、
あとは弁護士から連絡が行く。示談に応じなければ裁判になっても争うから、職場にも知られちゃうかもね。なんて嫌な女。そっくりそのままお返しするわ。私はあんたがやったことをそのまま真似しただけよ。クソババ。俺は100万くらいだよな。冗談は希少さだけにしてくれないかな。あんたは300万よ。この3ヶ月の食費がどんだけかかったと思ってんの。ただより高いものはない。私の人生あんたらのせいでめちゃくちゃよ。訴えてやるから覚えてろ。はい、解散。帰ってよし。後日談。はぁ、すっきりした。その後弁護士経由でそれぞれに慰謝料請求しました。俊樹は一括で払ってくれましたが、卑弥呼は拒否したため裁判までもつめ込むことに。それどころか私と俊樹が浮気したと反訴までしてきましたが、結果私の勝利。当然です。あの女が結婚式用に貯めておいた貴重な200万円をいただきました。俊樹はなぜか職場にバレ、女子社員から浮気キモと呼ばれ、汚物扱いされてるそう。卑弥呼の方は何がどうなってそうなったのか分かりませんが、元毒者人妻日記という誰が見るのかわからないタイトルで女優デビューしたそう。みんな楽しそうで何よりです。私はもらったお金で心機一転引っ越しをして転職することになりました。いつか私も幸せになれますように。